くね、うん、あのほらテレビとかでね、はい、なんかちっちゃい時に自分を捨てた母親と再会みたいなのがありますけど、はい、ね、あんななかなかすぐお母さんと呼べないよね。ああ、そういうもんですか。あ、そうですよ。じゃあちょっと俺がお母さんやるから、お前は歯磨き粉をやって。誰がアクアフレッシュ。アクアフレッシュじゃねえよ。あ、じゃねえんですか。あ、じゃあ息子。おしゃれジャケット。息子かね、息子。ジュン、あなたジュンなの？本当にジュン？本当はジョン。ジュンだよ。犬みたいに言うんじゃねえよ。ジュン、ジュン、ジュンだよ。ごめんね。マジごめんね。マジとか言うな。冷めるわ。生まれたばかりのあなたをツタヤのアダルトコーナーに置き去りにした。どこに置いてくれてんだよ。おかしいだろ。せめてやらしい人に拾ってもらおう。やらしい人に拾ってもらえ。やらしい人なんだ。でもね、これだけは信じてちょうだい。あなたを捨てたくて捨てたわけじゃないの。じゃあなんで捨てたんだよ。ただほんの軽い気持ちで。余計悪いじゃん。捨ててみようかなみたいなノリ。そんなノリねえわ。つうかさ、なんで今まで俺を探してくれなかったんだよ。探したわよ。テレビの裏、冷蔵庫の下、ソファーの背もたれのとこの溝。出てくるかよ、そんなとこ。でも出てきたのはなんかのバネ。なんだバネ。よく落ちてるけど、なんかのバネが。受けねえだろ。でもね、あなたと別れたこの十何年？八年。十八年。片時も忘れたこと。今忘れてたじゃねえか。つい今忘れてたよ、お前はよ。さあ、お母さんと呼んでちょうだい。やめるわけねえだろ。いい加減しろ、このクソババ。もう一遍言ってみなさい。おう、言ってやるよ、クソババ。一度ならず二度までも。お前がもう一遍って言うから。そんなこと言う子に育てた覚えはないよ。お前育ててもらってねえ、いい加減しろ。いやー、ごめんね、お待たせして。君が佐藤君だね。そうだよ。いやだからそうだっつってんじゃねえかよ。いや疑ってないよ、何も。だったらすぐ返事してくんねえかな。俺静寂が怖えタイプだ。あ、そういうタイプなんだ。見た目と違ったから。実はね、あの昨日三丁目のコンビニで万引き事件があったんだけど、君そこのお店いたんだよね。あの詳しい話教えてくれないかな。言っとくけどよ、俺警察が大嫌いなんだよ。なんでその俺が警察なんかに協力しねえといけねえんだよ。いや分かったよ、言うよ。静寂弱いな本当に。そこまで頼まれたら断れねえよ。いやそんなに頼んでないよ。いいから頭上げろよ。下げてない、そもそも下げてない。実はよ、俺その万引き犯見たんだよ。え、目撃したの？ちょっと詳しく教えてくれる？最初よ、俺本を立ち読みしてたんだよ。うん。そしたらあれプだったかな、ペだったかな。え、プ？あ、思い出した、パだ。パ？パって見たら、あ、それ忘れる。プじゃないな、パって見たら。いや、なんでもいいんだけど、プでもペでも。パって見たら、うん、いい年こいたおっさんが万引きしてたんだよ。結構年齢はいってたんだね。ああ、だから俺は、うん、おい、何やってんだ、うん、って思ったんだよ。あ、言ってないんだ。言ってない。思ったんだ。何やってんだって思ったんだ。言ってはない、言ってはない。そしたらそのおっさんがよ、うん、てめえさっきから何ジロジロ見てんだよっていう表情を浮かべてきたんだよ。あ、言ってはない。表情を浮かべてきたんだ、ね、浮かべてきたんだよ。言ってはない。だから俺もそれで完全にブッチーンって言ったんだよ、うん、あ、言ったんだ。言ったんだ。え、ブッチーンって言ったの？違う違う、完全にブッチーンって言ったの。あ、完全にブッチーンって言ったのね、うん、そしたらそのおっさんがよ、うん、いきなり振り返って俺の顔面をボコって殴ってくる可能性もあるじゃない。ああ、あ、まあね、まあまああるね、殴ってはないね。だから俺もどうしようかなと思ったんだけど、うん、ここで俺がやらなきゃ誰がやるんだっていう本を棚に戻して。あ、本のタイトル。本のタイトルね。そして勇気を振り絞って、うん、決死の覚悟でそのおっさんに立ち向かってくれそうな人を探した。あ、言ってはない。探したんだ。あ、探したんだ。でそんなことしてる間によ、うん、そのおっさんが逃げようとしたから、俺はその前にバッと立ち塞がって、あ、言ったんだ、うん、おい待てよおじさん、何やってんだよと、うん、お前自分がやってること分かってんのか、うん、いいか、万引きっていうのはな、うん、立派な犯罪なんだよと言おうとしたその時だよ。まだ言わない。まだ言わないね。そのおじさんがよ、うん、上等だこらと叫ぶことなく、うん、俺の髪の毛をガッと掴んでくるかと思いきや、うんうん、俺の腹に蹴りを入れてきてもおかしくないぐらいの勢いで佇んでたんだよ。何も起きてない。ゼロとゼロのぶつかり合いだ。おじさんがそんな態度だったら、ああ、甥っ子の俺ももう我慢の。お前のおじさんかよ。今すぐ連れてこい。爆飲みです。
です。よろしくお願いします。はい、これもうこの間ね、頭に来ちゃったんですよ。どうしたのよ。おもちゃにってね、おもちゃ買ったらね、もう壊れてたんですよ。そらひでえな。不良品売らされたんです。俺文句言いに行ってやろうかなと思って。そらね、でもね、行く前に練習しといた方がいいと思う。一回ここでね、うん。俺が店員やってあげるから。いや、お前店員できんのかよ、お前。そんなのチャチャイのチャイだよ。おう、チャイだとお前、インドの紅茶だけどさすがだな、お前。おい、どうなってんだこの店は。どうされました、お客様。どうしたもこうしたもないよ。どうしたもこうしたもないんですか。申し訳ございません。今後はどうしたもこうしたもあるように。どこで謝ってんだよ。どうしただけなら、まだしもこうしたもまだ文句言ってないでしょ。確信ついてないのよ、まだ。どうされました。ここで買ったおもちゃがな、お前最初から不良品だったんだよ。俺見てみろ。そうなんですか、申し訳ございません。おう、じゃあこれどうしてくれんだお前。かしこまりました。それでは少々パニクらせていただきます。やべえ、どうしよう。高橋の時間がどうしてしまう。名前じゃねえだろ。もういいよ、お前じゃなしなら責任者やべ、責任者。ええ、どういうことですか。時間の無駄なんだよ、お前なんか。ちょっと時間の無駄ってなんすか。時間の無駄じゃねえかよ。お言葉ですが、お客様、ちょっとここ押してもらっていいですか。なんだこういうのを時間の無駄って。じゃあ、なんじゃねえ。何なんだ、何なんだ。お前とか出るとこ出るぞ、お前。おう、上等だよ。ボーリングだろうがカラオケだろうが行ってやろうぞ。いや、行かねえし、そんな楽しいとこ。出るとこって裁判だよ、裁判。なんでそんな常夏のリゾートに行か。裁判ってないよ。裁判ってたの。裁判なんてあんまりじゃないですか。じゃあ謝れ、手ついて謝れ。この度は本当に申し訳ありません。壁じゃない、床だろ、舐めてる。僕って新聞が好きじゃないですか。知らん、みんなも知らん、みんなも知らん、俺も知らん。新聞が好きなんですよね。全然知らんわ。もうちっちゃい頃に買ってもらった新聞をね、未だに何度も何度も読み返してるわけですよ。いや、そういうもんじゃないけどね、新聞でね。ボロボロになるもん。窓際のトットちゃんですよ。だからね、みんなにもっと新聞を読んでもらいたいなと思ってね、新聞の勧誘をやりたいなと思ってるんですよ。いや、それ簡単に言うけどね、なかなか取ってくんないよ、そんなもん。お前、いや、好きだから頑張りますよ。いやいや、頑張るっつってもさ、無理だ。ピンポンピンポンピンポン、すいません。ピンポンピンポン、すいません。いや、どっちかにして、それピンポン叩くか鳴らすか、どっちかにしろよ。ピンポンピンポン、チャイム叩くなよ。はい、ガチャ。吉本新聞なんですけど、新聞、うちの新聞取ってもらえないですかね。あ、ごめんなさい、ね、うちね、新聞読まないんですよ。あ、全然読まなくてもいいんだよ、新聞取るだけで大丈夫。取れねえわ、そんなもん。何で我々取らないといけないんだよ、お前。お客さん、今朝出たばかりの新聞があるんですよ。新聞ってそうだよ、毎朝新鮮なんだよ、バカ信号。お願いしますよ、このままじゃ僕ご飯とデザート食べていけないんですよ。デザートは我慢して。欲が深いな、お前。うちにはお腹を空かせた子供たちとお腹いっぱいの妻がいるんですよ。それ妻が悪い、ちゃんと怒っとけよ、妻に。お前、それから妹の手術代も稼がないといけないんです。え、妹さん手術受けるのか。はい、顎のラインをもうちょっとシャープにした。流星拳、はい、なんで俺どっか悪いのかと思って心配したのに。お前、もちろんルックスが悪いんですよ。それは知らないよ、中身で勝負しなさい、中身で。お願いしますよ、1年とは言いません。12ヶ月、いや半年と6ヶ月でいいんです。全部1年、言葉のマジックだな、お前な。じゃあテレビ欄だけ、テレビ欄だけでもお願いします。そんなバラ売りいらない。テレビ欄だけはいらない、俺。でもうちのテレビ欄ね、いい番組が目白押しなんですよ。全部一緒だけどね、ぐらいかな。違うの、お前。お願いしますよ、サービスもつけますから。サービスってあれでしょ、野球のチケットとかでしょ。いや、アイスホッケーの試合のチケットがあるんですよ。いや、アイスケット、そんな興味ないな。セパタクローのチケットがあるんですけど。セパタクロー、人形浄瑠璃のチケット。珍しいの多いな。趣味の偏りがひどい、お前は。人形浄瑠璃は興味ない。見ないよ、もう。ちょ、もういいよ、もういらないよ。じゃあディズニーランドはお好きですかね。あ、ディズニーランド、まあ、ディズニーランドは好きですよ。よかった、ディズニーランドまでのチケットがあるんですよ。京王線の切符だね。じゃあ舞浜まで行けるやつなんですよ。いらねえ、入り口で平行って書いて終わりじゃないかよ、お前よ。いらねえんだよ、お前よ。どうしてもダメですか。ダメだよ、まあ。それじゃあせめて、なぜ僕が新聞の勧誘を始めたのか、その話だけでも聞いてください。なんだ、分かったよ、もう。あれは3年前のことです。僕はまだ別の仕事をしてて、食べていくのもやっとの生活でした。そんな時、一つの DVD に出会ったんです。その DVD の中で、新聞屋と人妻がすごくエッチな展開になって、俺そういうのいいなってつまんないですよね、こんな話。つまんねえわ、ホントに。玄関先で何の話してんだよ、お前。ただの性癖じゃないか。
様だ。でも新聞取るつもりになってもらえない。取らないよ。もういらない。もうな、頼む頼むから帰ってくれな。ちょっとそれが人に物を頼む態度ですか。お前が言うんじゃねえよ。お前ずっとそうじゃねえかよ。お前もうお願いしますよ。いや、いらん。お願いします。ダメだ。お願いします。いらない。お願いします。いらない。こんなに頭を下げてもダメ。下げ方が違う。下じゃなくて前だよ。あれはお前ら、いらない。とっとと帰れよ、このバカ新聞屋が。ちょっとあなた今なんて言いました。なんだよ。聞き逃したのは謝ります。聞き逃したのか。だいぶ飽きる。なんて今バカ新聞屋っつったんだよ。そんなこと言ったんすか。もう頭くるかと思った。ここが広いな。お前なんだよ。お前あんた変わったよ。変わっちまったよ。初対面だお前と。来たばかりの時はそんなに怒ってなかった。お前のせいだよ。いいよ。お前とね。もういいですよ。他にもお客さんならね、月の数ほどいるんですからね。それ一人じゃねえか。大丈夫か。バタリカ貴様。どうもありがとうございました。現在二冠王者パンクブーム。まあまあね、今日はね、何の話をしようかなと、うん、今2つほど迷ってるんです。2つ悩んでる。どっちの話がいいですかね。どっち。本当にあった怖い話と、うん、いいじゃない。適当に作った長い話。あ、絶対嫌だ。絶対嫌だな。適当なんですよ。長いですよ。地獄じゃないか。8時間ちょっと話してるから。だったら怖い話の方がいいよ。あ、そっちの方がいい。そっちの方がいいよ。お前そんなもん。とっておきの怖い話ですからね。期待してください、うん、いや、それは怖ければ怖いほどいいよ。聞かせてよ。あのね、うん、俺ん家からね、うんうん、ちょっと行ったところに、おうおう、もう何年も前に潰れてしまいそうになった病院があるんだけど、うん、その病院の、うんうんうん、何、え、潰れてないの。潰れてはないよ。潰れてしまいそうになっただけだから。あ、そうなの。そこから経営は持ち直して。持ち直して。言い方悪いから V 字回復、うん、そうそう、ハウステンボスみたいな。あ、そう。持ち直した病院があるんだけど、その病院のすぐ目の前に幽霊の出る病院があるんだよ、うん、それでそれ別の病院。別の病院だよ。持ち直した病院のすぐ目の前に幽霊の出る病院がある。言わなくてよかったじゃん。あ、俺ん家から目印。知らないよそれは。でその病院にはいろんな噂があって、ね、あ、そういうの聞きたい。噂とか。真夜中の手術室に少女が入っていくところを幽霊が見てたとか、あ、幽霊が見てた。少女は幽霊じゃない。少女は幽霊じゃない。ああ、そう。多分患者さんだろう。ややこしいな。で、その幽霊っていうのが真っ青な顔をしてるから、ブルーレイって呼ばれてる。誰がつけたの。怖さがクソほどなくなってんじゃないこのだったら。あと誰もいないはずの病室からナースコールが響き渡る。あ、それ怖い。あのナースコール。ナース。あ、そっちのナースコールか。ナースコールが響き渡る。その幽霊怖いかな。でもそんな噂があるんだよ。あるんだな。俺はそんな噂の真相を確かめるために、うん、真夜中にその病院に忍び込んだ。行ったんだ。すげえのお前それ。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入って、うん、あ、早速。あ、入り口で。全部さらっと呪われたね。いや、そしたら次の瞬間、うん、カツンコツン、え、カツンコツン。何、もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒール。ハイヒール履いてる。なんでお前がハイヒール履いてる。今俺のファッションはどうでもいい。気になるんだろう。違う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 。別のハイヒールの音が近づいてくんだよ。俺もそれでびっくりしそうになって。しないんだよそんな状況で。で急いで逃げようとしたらよ、ポンポンって誰かに何かを叩かれたんだよ。肩でしょ。え、知らないの。ここ肩すんだよ。で何かなと思ってパッと見てみたら、そこには血がべっとりついてて、うわ怖い。俺もこのままじゃダサいと思って急いでジャンパーをリバーシブルにして。あ、そっちが気になるんだ。ダサいじゃんファッション。ここじゃないと思うけどな。で本当は怖かったけど、ゆっくりと7分ぐらいかけて振り返ったんだ。かけたね。怖くない。7分もかけて振り返るの。いや、そしたら目の前によ、出た、長い髪の方が似合いそうな短い髪の女が立ってたんだ。短いの。お前の好み知らねえけどさ。でその女がよ、まるで鬼のような形相を浮かべてる俺に向かって。お前がか。お前の方が怖いじゃん。だったの。私を殺したのはお前かって言ってたんだ。あ、何それ。だから俺は、いえ違いますっつったんだよ。言ったんだ。そしたらもうそっからは水かけの言い合ったのか。幽霊と。まだ落ち込んでくる。どこでどこで。結構ベラベラ喋りかけてくる。だんだん来るから。そういうバイブもいるんだね。でそんなん言いながらその女がスーッと消えて、ただ床だけがビチョビチョに濡れてたんだよ。本物じゃん。俺もう水かけ論の水だと思って。絶対違うんだろ。で
がないんだよ。急いで逃げようとしたんだけど、うん、なぜかうまく走れないんだよ。ハイヒールだよお前それは。だからうまく走れないんだよお前。俺も全身のおでこでおでこから汗がダラーっと流れてる。すげえ体してんなお前。心臓はバクバク。あまあ怖いからな。膝はガクガク。うん、しょうがないよ。足の指と指の間はジュックジュックなんだよ。ミスムシだなそれ。もちろんその病院系はそれでもなんとか家にたどり着いてパッと鏡を見てみたら、もう着てる服が全然違う服になってたんだよ。リバーシブルだよ。いやそんな経験をした警備員がいるっていう噂とか、うん、あとお前の話じゃないの、うん、いかがでしょうバカが。どうもありがとうございました。ピョン吉本クリエイティブエージェンシー等所属お笑い芸人14年目パンクブームさんです。どうもいや最近ねちょっとね腹立つことが多いなと思うんですよね。腹立つこと？何腹立つこと？実は僕もねこの間久々にね殴り合いの喧嘩しましてね。殴り合い？はいはい。そうだね。何そんな話。そういうタイプに見えないでしょ？うん分かんない。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 最初ね、あーなんか寂しい腹減ったな、そうだな、どっか店でも入ろうか。いや店っつっても金もねえしな。まあそんな独り言を言いながら。独り言なのそれ。病んでんなお前ちょっと怖いなそれ。そしたらねあれプだったかなペだったかな、え、あ思い出したパだ。はパって見たらそれ忘れる。もういよいよだぜそこ忘れる。多分プじゃないと、まあ、だいたい相場パだね。だいたいパだよ。パって見たら、うん、柄の悪そうなやつが来て、うん、俺にドーンとぶつかってったんだよ。あないなそれ。そしたらそいつ、うん、人の肩に膝ぶつけといて。膝ぶつけたの？肩と肩じゃなくて。あ違う肩と膝。どういう状況ちょっとよく分かんないけど。謝りもしねえから、うん、俺もバッと振り返って、おあれ待てこらうわって思ったんだよ。思ったんだ。思ったんだよ。え、言ってはない。あ、言ってない言ってない。思ったんだ。待てこらって思ったんだ。思ったんだ。そしたらそいつがよ、うん、なんだてめえは、なんか文句でもあんのかこらっていう目をしてきたわけよ。言ってないんだ。言ってないよ。そういう目をしてきたの。だから俺も上等だこの野郎って気分だったね。言ってないんだ。言ってない言ってない。気分だったね。気分だった。とりあえず今とか誰一人喋ってないよな。誰も喋ってない。シーン、シーン、シーン。だから俺もまあ本当は喧嘩なんかしたくないね。まあ本当は喧嘩なんかしたくないよ。そりゃそう。でもここで簡単に引き下がったら男としてどうなんだろうっていう思いもあるわけじゃないって言ったんだよ。あ、言ったんですか？これ言ったんだよ、相手に。相手に？あ、わざわざ言ったの？そういうこと。そしたらそいつがよ、もうニヤニヤしながら、バキバキバキ。うわ。バキバキバキ。って言ってきたんだよ。言ってきたんだよ。言ってきたんだよ。バキ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 。バキ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 。バキ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 。バキ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 。って言ってんだ。この野郎、この俺を誰だと思って喧嘩売ってんだろうね。あ、俺が喧嘩売ってんだよ。お前で、今度お前で。突然来るからね、この野郎はね。誰だと思ってんだよ。そんなんしてたらよ、急に後ろから、まあ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 ってサラリーマン風の少女が来て、すげえやつなんですよ。どういうやつサラリーマン風の。その喧嘩を止めに入ってくるような気がしたわけよ。来ねえんだよ。来ねえんだよ。なんだそれ。こんなやつもともといねえんだ。いねえんだ。想像だお前の。そしたらいきなりだよ、そのばあさんが俺にも。ばあさん？ばあさん。どこのばあさんすか？どこのばあさんって最初に俺とぶつかったばあさんじゃねえか。あ、喧嘩ってばあさんだよ。ばあさんだ、ばあさんだ。ばあさんと喧嘩したんだ。そのばあさんがいきなりだよ、俺の溝落ちどこって聞いてきたんだよ。あ、聞いてきたんだ。どこだ、ここに決まってんの。あ、ここだよ、みずきだな、つって。俺も朝っぱらから浜辺でそんなこと言われる。朝の浜辺？朝の浜辺だよ。え、夜のストリートとかじゃなくて。違う違う、もう。朝の浜辺で。で、頭来たから、もう仕事の途中だけど、うさぎの着ぐるみ脱いで。うさぎの着ぐるみ着てた？あ、着てた、着てた。横転換になるね、それで。で、そのばあさんのモヒカンをガッと着て。モヒカンなんだ、新情報だな、おい。で、そのまま馬から引きずり下ろしてやった。馬乗ってんの、ばあさん。馬乗ってるよ。え、ばあさんが馬乗んで？馬乗ってなかったら肩と膝がぶつかるわけないじゃん。だからか、うん、馬乗ってるとこドンとぶつかったんだな。そしたら次の瞬間、そのばあさんの拳が俺の顔面に思いっきり似てたんだよ。あ、似てたんだ。びっくりだったんだよ。確かに今もちょっと似てる。しかもそのばあさんがよ、ふざけんじゃねえぞこの野郎と言わんばかりの表情を浮かべてやろうかって言ってきたから。なんかよくわかんないな。ちょっと待って、よくわかんないな。よくわかんないでしょ。何この話。俺も急に友達からそんな話をされたからさ。お前の話じゃないのか。俺の話じゃねえよ。え、どういうこと、いつ喧嘩すんのよ。だからその友達と殴り合いの喧嘩になったっていう話を今からしようかなと思ってんだ。あ、そこか、うん、バカシンガー、どうもありがとうございました。よし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 、あ、かわいいな。よし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 。あ、鉄男何してんだお前。あ、お父さん。いや、イントネーション。
お父さんね、お父さん、うん、加藤さんのイントネーションだ。お父さん、お父さんだよお前。あ、いるじゃないかお前、これどうしたんだお前この犬。この子空き地に捨てられたんだ。え、ひどいよね、命があるのに物みたいに扱われて。まあなあ、ほら見てよ、まだまだ全然飼えるし、捨てるなんてもったいないよね。お前もひどいよお前。なんて言い草だ。まだ全然飼えるよこれ。まだ全然飼えるって、ずっと飼うもんなんだ犬って。ねえお父さん、え、一つ相談があるんだけど。お前なんだよ。トップブリーダーって知ってる？え、いや知ってるよ。そう、トップブリーダー、うん、世界中の愛犬家たちが尊敬し憧れる存在。そのトップブリーダーに自分自身がなれるチャンスが今目の前にあるとしたらどうします？買いたいって言えよ。なんだその詐欺師みたいな寄り方は。お前頼むんだよそういう時は。子供はお願い、この子買いたいよ。ダメだダメだ、うちでは買えない。お願いだよ、名前ももう考えてあるんだ。なんだよ、なんていう名前なんだよ。ノーウォー。メッセージ性強いな。なんだノーウォーって。世界平和を願ってノーウォーってつけようと思って。荷が重い、子犬には荷が重いよ。つけんじゃないそんな名前は。もういいじゃないか、こんなに可愛いんだからさ。お前な、動物はな、可愛いだけで飼っちゃダメなんだ。この子は可愛いだけじゃないよ、え、とっても賢いんだ。賢い、見ててよ、うん、お手ほら、うん、まあな、おかわりほら、うん、まあな、ジャスティスほら、わかんない。何ジャスティスって何それ。お手もおかわりもジャスティスもできるんだよ。どういう状況ジャスティスって、うん、ダメだよ、とにかく買っちゃダメだ、お願い。なんで買っちゃダメなんだよ。お前に生き物の世話はできないだろ。世話ぐらいちゃんとできるよ。それは確かにマリモの時は失敗したけど。じゃあ無理だよ。マリモはダメでも犬は買えるよ。マリモ無理なやつ全部無理だよ。全生き物無理、マリモ無理なやつは。もうそこをなんとかお願い。ダメだ、そこをなんとかお願い。ダメだっつってんの。お願い。ダメだ、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 お願い。だ、しつけ。こっちのせいだ。お前がしつけやからこっちもしつけやんだよ。なげえわ、なげえよ本当に。お前もうお願いだよ、僕いい子になるから。大嫌いないちご大福も食べるから。食わなきゃ食わないでいいわお前。そんなに栄養ないだろいちご大福に。お願い、もうどうしてもダメ。ダメだよ。なんだいなんだい、お父さんなんかもう死んじゃえばいいんだ。親に向かって死んじゃえとはなんだ。え、じゃあ生きちゃ え、お父さん一人が何千年も何万年も生き続けちゃえ。それはそれで怖いな。そして滅びゆく人類の行く末をお父さんが見届けちゃえばいいんだ。お前お父さんの火の鳥読んだな。ダメなままダメなんだよ。お父さんなんか生理的に大嫌いだ。犬関係なかった。そもそも嫌われてた俺。いいか哲夫、動物っていうのはな、簡単な気持ちは勝っちゃダメなんだな。いいか、いや男泣き。すごい大人の泣き方それ、うん、うん、うんじゃないよ、もっとワンとかエンとか泣けよお前。え、背で泣くな背で。分かった分かったよ哲夫。え、そこまで言うんだったら飼っていいよ。本当に。ああ、その代わりちゃんと可愛がるんだぞ。もちろんだよ、ボロボロになるまで飼い潰すよ。表現がおかしいんだよ。ジーンズみたいな言い方。よかったね、ノーウォー。これずっと一緒に出るんだよ。ノーウォー、名前変えろよ。こらこら、そんなに舐めんなよ。な、臭いし不衛生じゃないか。犬嫌いだよ。もちろんちょっと前あたりで噛みかけてます。どうぞ。今季4勝すべてオーバー500、すごすぎるバックブーム。バンクブームと言います。よろしくお願いします、ね、あのね、最近ちっちゃい頃の時のねことをよく思い出すんですけども、うん、僕ね歌がすごい好きだったんですよ。ああそう、あの1年生になったらとか、うん、あったね、皆さん知ってると思いますけど、ね、そうそう知ってる、歌ってました、ね、1年生になったら、うん、1年生になったら愛する女ができるかな。天使のようなその瞳で微笑んでおくれ僕のマリア。全然違う。格好良すぎんだよ。違う、幼稚園児だ。何、友達100人できるかな。友達100人できるかな。そうそう、100人で書きたいな、うん、鏡にルージュでさよならと。大人すぎんだよ。100人で書いたら鏡真っ赤っかになっちゃう。違う違うよ。でね、あとね、うん、アニメの歌を歌うのも好きだった。アニメの歌、特にねドラえもんの歌。そうか、そう、もうね夢をねすぐ叶えてくれるんですよ。そうのび太くんの、うん、空を自由に飛びたいなって言ったら、うん、はい、竹
ケコプターってもうすぐ夢を叶えてくれるの。タケコプターなんかしょっちゅう出してもらってんじゃん。もういいじゃん。いやいや、まあまあ歌だからね。いや、それだったらもうちょっと別の夢も叶えてもらおうよ。別の夢伸びたくんの、うん、アメリカの牛肉を食べたいな。今危ない我慢しようとかまず危ない。たまには長ズボン履きたいな。自分で何とかしろ。だんだん親父に似てきた。夢じゃねえよ。お前の話じゃん。こうこうこうなりたいな。全然わかんない。こうなってれば勝手にでドラえもんが言うのよ。なってれば勝手に。ドラえもんドラえもんじゃないだろ。でもあれストーリーがワンパターンでしょ。まあワンパターンですね。だいたいあののび太がジャイアンにいじめられるシーンから入るじゃない。そうそう、そっからだいたい始まるんですよね。ああのび太いいもん持ってんじゃねえか、うん、俺にも貸せよな、うんうん、ジャイアンあんたの時代はもう終わったんだよ。なんだとのび太のくせに、うん、なんすかまた暴力っすか。おいいいかみんなよく見とけ、これがこの人のやり方だ。違うないそんなシーン。のび太が違いすぎる。ジャイアンごめん爪をつけない怖えだろ。そろそろジャイアンの天下も終わりだろ。違ういじめられて泣くの。泣くの、ね、のび太が泣いてドラえもんに助けを求めんだよ。ドラえもん何事じゃ。ジャイアンいじめられた。おのれなんとかして叩き誰だ。もう武士だろお前。武士あこれコロスケだ。にしても違う。にしても違う。にしても違うの。違うよ。何モノマネとかしなさいよ。お前急にモノマネとか言われてもできるかあの特徴のねえやつ。バリバリあんだろ。猫型ロボットだぞ。ウィンガシャウィンガシャウィンガシャ。違う違う。いやいやロボットすぎる。何じゃあ声。声。こんにちは。こんにちは。そうそう僕ドラえもん。あうまいしうまいし。のび太くん。何？指ないよ。髪もない。ヒゲが違う。こういうヒゲなんで調理ヒゲなの。誘って聞いたのにな。濃いな。ドラえもんヒゲ濃いな。結構青いじゃん。いやいや違う。ヒゲの青じゃねえよ。違う違うよ。あそうなの。難しい。何考えてる。難しいな。だどうぞどうぞ。ドラえもんなんだい。ジャイにいじめられた。しょうがないな。テケテテテテスモールライト。これでジャイアンちっちゃくしてやっつけんだ。ジャイアンうらかすどこでもだ。うらかすガリガーと叩いてばっかりじゃねえか。お前お前ドラえもん知らないでしょ。知ってるよドラえもんぐらい。本当かよお前。じゃあなんでお前ドラえもんに耳がないか知ってる。お経書き忘れたから。話が違うそれはそれであんだよ。そうだよ。全然ダメ。ドラえもんが寝てる時にネズミに耳をかじられたんだよ。知っときなさいよそんぐらい。お前なんで偉そうねよ。そんなこと言うのはのび太がなんであんなに目が悪いか知ってんのか。知らねえよ。なんで。遺伝だよ。普通じゃねえよ。ママ見てみろ眼鏡かけてんじゃん。あれ外したら3って書いてある。3ってなるけど。じゃあお前ドラえもんなんであんな青いか知ってるか。もうご飯に決まってんじゃん。なわけねえだろ。じゃあやっぱりヒゲだよ。ヒゲじゃねえよ全然。じゃあスネ夫はなんであんなに髪の毛尖ってるか知ってるのか。知らねえ。ジェルだよ。ただのセット。手先で遊んでるって。遊んでねえよ。手ぐしでワイルドに決めてんの。そんなおしゃれ心ねえよあんなスネ夫な。バカがお前が。バカかとか言うなお前。もういいじゃん、うん、もう他の道具出して。他の道具他の道具、うん、ドラえもんなんだい。どこか遠くに行きたいよ。しょうがないな。テケテテテテン。どこでもドア。はいやったよ。しどこ行く。これで世界のどっか。ブルルルルルル。何飛んでいこうとしてんの。ガチャ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 。クソ、カイカーかかついてない。いい加減にしとけよお前。おい、いいかみんなよく見とけ、これがこの人のやり方。もういい。どうもありがとうございました。続いてはお笑いグランプリ2冠の実力発表じゃ。遅いな、あいつ何やってんだろうな。おう、ええあれお前どうしたんだよその怪我。いやさっき電車に乗ったら、うん、いい年こいたおっさんがいたんだよ、うん、そしたらそのおっさんがよ、うん、なんと痴漢しようとしてたんだよ。うわ最低だな。ひどいな。ひどいでしょ、うん、だから俺も、うん、おい何やってんだ、うん、って思ったんだよ、うん、あ、思ったんだ。あ、言ってはないんだな。言ってはない。あ、思ったんだ。 そしたらそのおっさんが睨んできたから、うん、この野郎誰に喧嘩売ってんだろうね。あ、俺に聞いてる。わかんねえけど、うん、現場いなかったから、うん、お前じゃない多分。俺だよね、うん、だから俺はてめえ舐めてんのか、それとも匂い嗅いでんのかって疑問に思ったんだよ、ね、なんだその疑問。匂い嗅がないわ、犬じゃないんだから。おっさんでしょだって。そしたらそのおっさんがよ、うん、てめえさっきから何ジロジロ見てんだよっていう表情を浮かべてきたのね。あ、言ってないんだ、うん、表情
像を浮かべてきたんだな。浮かべてきたんだよ、うん、だから俺もそれで完全にブッチーンって言ったんだよ、うん、あ、言ったんだ。え、完全にブッチーンって言ったの。完全にブッチーンって言ったんだよ。意味わかんねえだろ。そしたらそのおっさんがよ、うん、いきなり振り返って俺の顔面をボコーって殴ってもおかしくないぐらいの雰囲気を醸し出してきたんだよ。殴られてないんだな。雰囲気を醸し出してきたんだ。醸し出してきた。おっさんがそんな態度だから、俺はもう完全に腹が減って。あ、減ったんだ。腹が立ったんじゃなくて。腹が減って。お腹空いちゃったのか、お前。だから俺はそのおっさんに、ケツの穴から指突っ込んで、奥歯ガタガタ言わせるなんてできると思う？あ、また聞いてんの？いや、わかんない。多分できないんじゃない？そんなこと。できないよね。そんな感じで油断した瞬間によ、え、そのおっさんの拳が俺の顔面に思いっきり似てる気がしたんだよね。あ、似てる気がしたんだ。まだ殴られてはないな。それで俺もついに堪忍袋の尾が切れたから結び直して。あ、実際にあるの堪忍袋。結び直せるんだ。そしてそのおっさんに、てめえ二度と病気で寝込めない体にしてやろうかと。健康になってる。だって病気にならないんだもん。そして最後にこう言ってやったんだよ。あ、いえ、てめえ今度会ったらただじゃ済まねえからな。あ、100円もらうからな。本当にただじゃないんだ。100円、ただじゃ済まねえ、もらうんだな。なんだよこの話は。わかんない、わかんない。俺もこんな想像しながら歩いてたら、歩道橋の階段から落ちてこれよ。いや、その怪我かよ。The Mamba。 あ、すごい、俺以外手振ってない。本当に申し訳ない。いやー、僕らももういいおじさんですよ。いやー、もうおじさんですよ、本当に。もうすっかりおじさんですからね。もうさすがにもう、ボケをね、20個も30個も入れられなくて。入れられない。さすがに息上がっちゃうからもう。ね、しんどいんですよ、おじさんで。しんどいんですよ、おじさんは。ちょっとしたことはしんどいでしょ。ちょっとね、例えば、しゃっくりが止まらないと。あー、しんどいね。死にそうになるから。わかんないでしょ、皆さん。もう本当に死にそうになる。あれもね、なんかあんだけもきついなと思うんですよ。そういう時は俺がびっくりさせて止めてあげるよ。お、そう。しゃっくりなんて、わーって驚かしたらすぐ止まるから。あ、なんかよく聞くよね。確かに一人じゃびっくりできないから。自分一人で、おーとかできない。できない、できない。そんな器用じゃない。俺が驚かしたから。あ、それ助かるわ。大丈夫。いや、頼むよ。あー、しゃっくり止まんない。あー、きつい。あー、痛い、ここも。あー、きつい、きつい。クロス。うわー、バカじゃねえのか。なんで声かけたんだよ。だって別の人だったらやっぱり、うわ、何するんですか、すいませんじゃないんだ。確認の上でやって。あ、確認の上で。気づかれちゃダメなんだ。あ、バレちゃダメなんだ。そりゃそうだろ。バレないよね。あ、そういうシステムか。あー、しゃっくり止まんない。あー、きつい。あー、痛い、痛い、ここ。全然気づいてないけどさ、俺もとっくにワーってやったんだよ。気づかせろよ。なんでワーを気づかせないの。絶対バレないようにやったほうがいいよ。じゃあ、ワーは気づかせる。ワーだけ気づかない。驚けないからさ。ああ、それ知らなかった、ごめん。なんでシステムさんか。ああ、じゃあけどバレない。あ、痛い、痛い。うわ、うんが聞こえた。もう振りかぶってる声がバリバリ聞こえたよ、お前。できるだけ気合入れたほうがいいのかな。違う違う、人が驚くには意外性っていうもんが違う。意外性、そう、それを念頭に置いてやってみろよな。日曜日は教会に行っています。意外だけど、何でしょう。行ってますよ。いや、意外だね。けど、なんで俺がそれ聞いて、はぁってなるの。琵琶湖は法律上は川。意外だね。いや、だから、ヒーって終わるの、お前ら。うわぁ、カニ、意外。いや、違う。こっちで来ると思ったでしょ。まさかのカニだったら。楽しいわ。意外。止まらないんだよ。俺が言ってる意外性っていうのは、うん、例えばこうやって普通通り喋って。喋ってる。普通通り喋っといて、いきなり、うわぁ、びっくりするかと思った。いや、してたよ、それ。全然対応してくんないよ。俺が平気だった。何のプライドなんだよ。どういうことですか。どういうことよ。おしゃべりの途中に、うん、いきなりうわーって言われたら、しゃべりの中に、そう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 、俺は最近は変わった話題でワイワイさワイで、意外と面白いぞ。うるせえな、わわわわ。しゃべりの中にいっぱい出てるよ。話に引き込まなきゃ。引き込む、引き込むような話をしといてわだね。ちょっと聞いて聞いて。この間晩酌してる時にさ、俺かみさんに、おい、つまみ出してくれって言ったんだよ。そしたら俺がうちからつまみ出されちゃったんだよな。うわ、引き込まれるか。夢中で聞いてなかった。なんでそのクソしょうもない話。笑うのこらえてた。笑うとはなめんなよ、お前。わーでびっくりさせるの難しい、ね。あ、そう、うん。じゃあ怖がらせてよ。怖がらせて。怖いことでーってなるから。あ、ビビらせる。怖い怖い怖いってなるからね。健康診断、再検査。怖いねー。いや、怖いけど、ゾワーってする怖さ。頻尿。違う。血便。違う。長く続く微熱。全部違うね。
なんなんだそれ、お前叩いてどうすんだよ、お前怖がらせろっつってんのよ、お前。でもこういうのって上沼さんにすごい嫌われるらしい。怖えな、それめちゃめちゃ怖えじゃん。めちゃめちゃ怖い。シャックに止まるけど止まるでしょ、後まで引きずる。あ、引きずるか。そん時だけが怖いやつがいいのよ。どういうの。いや、例えば、あ、虫あ、網そんなんだよ。なぜすぐ網って言ってる。逃げる前に捕まえなきゃ。怖いじゃん、虫取れて。ってなんだろ。虫なんか怖くないじゃん。あ、そう。じゃあね。あ、蜂は怖いんですけど。前の顔怖いな。シャックに止まりそうだわ。蜂怖い、なんで。やっぱこの刺してくるやつ怖いね。刺すやつね。あと毒持ってるやつとか言われたら怖い。ふぐ。食わなきゃいいだろ。じゃがいものね、じゃがいもね。食わなきゃいいだろっつって。毒あんじゃん。まあ、あれだけじゃん、刺してくるやつ。ふぐ刺し。あ、お刺身。全然怖くない。刺さない。あと場所言って。場所言うとリアリティいます。場所って何。あ、足元にヘビ。おー。リアリティがますから。口元にほくろ。いや、セクシー。それはただのセクシー。場所言ってんだけど。背中にゴジゴジ。おー。背中に哀愁。いや、叩いてねえわ。楽しくやってるわ、お前。全然できねえじゃないか、お前。役立たずか、お前、ほんと。俺だって一生懸命頑張ってんだよ。その勢いでやれよ。いい加減しろ、バカ。どうもありがとうございました。まあね、何の話をしようかなと思うんですけどね、あのどっちがいい？なんでなるんですか？本当にあった怖い話と適当に作った長い話。いや、本当にあった怖い話がいいんですよ。適当で長いんでしょ？長いんすよ。でもそれで鼻垂れちょっと終わります。あ、本当？うん、あの俺ん家からちょっと行ったところに、もう何年も前に潰れてしまいそうになった病院があるんだけど。潰れてはないんだね。潰れてはない。潰れてしまいそう。持ち直した病院があるんだけど。持ち直した病院があるんだ。その病院のすぐ近くに幽霊の出る病院がある。別の病院だよ。それは関係ねえんだよ。関係ない。言わなくてよかった。いろんな噂があって。何？真夜中の手術室に少女が入っていくところを幽霊が見てたとか。幽霊が見てた。少女は幽霊じゃねえ。でもその幽霊が真っ青な顔の幽霊だからブルーレイって呼ばれてる。かっこいいね。ちょっとハイテクだね。誰もいないはずの病室からナースコールが響き渡る。それ怖いね。ナースそっちのコール。楽しげだけどな、なんとなく。で俺は噂の真相を確かめるために夜その病院に忍び込んだ。すごいね、よく行けたね。俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってた。もうで終われちゃった。早いね、展開。その時だよ、っていう女のすすり泣く声が止んだんだよ。止んだんだ。いつから聞こえた。家からずっと聞こえたの。そこで止んだ。病院関係ないじゃん。だったらそしたらよ、カツン、うわ、カツン、カツン。もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒール。前ハイヒールなんてだ。そっち気になっちゃうな。なんかハイヒール。もうびっくりしそうになって。なってないんだ。逃げようとしたんだけど、ポンポン。え、誰かに何かを叩かれたんだよ。何かは肩だよ。それは分かんだろ。パッと見たら血がべっとりついてて、怖え。俺もうこのままじゃダサいと思って、急いでジャンパーをリバーシブルにして。そんな場合じゃねえ。見た目気にしてる場合じゃねえと思う。これは本当は怖いんだけど、勇気を振り絞って、その絞りたての勇気で牛乳みたいに言うの。ゆっくりと7分ぐらいかけて振り返った。余計怖くない？7分もかけて。そしたら目の前だよ、長い髪の方が似合いそうな短い髪の女が立ってたんだよ。短いんだ、うん、長くはねえんだな。その女がよ、まるで鬼のような形相を浮かべてる俺に向かって、お前だ、お前が鬼のような形相なんて相手じゃねえか。私を殺したのはお前かって言って、怖い。だから俺は、いえ、違いますって言ったんだよ。まあね、そしたらもうそっからは水かけろ言い合ったんだ。お前が怖い。そんな言ってる間に女がスーッと消えて、ただ床だけが濡れてたのよ。うわ、俺もう水かけろの水だーと実際濡れないよ、水かけろにしても。急いで逃げようと思ったんだけど、なぜかうまく走れねえんだよ。ハイヒールだからだよ。だから走れねえんだよ、お前。それ全身のおでこというおでこから汗がダラーっと。でこだけだな。だったらデコしか返せない。心臓はバクバク、膝はガクガク、でも唇だけはプルプルなんだよ。それどうでもいい。それ別にどうでもいいよ。家に帰り着いてパッと鏡を見たら、着てる服は全然違う服になって。リバーシブル。ひっくり返しちゃったから、お前。さっきね、こんな経験をした警備員がいるっていう噂とか。あ、噂なの？お前の経験でじゃなかなかと喋りやがって。ただ適当に作った長い話じゃ。いかにしろ。どうもありがとうございました。
僕最近思うんですよ。何ですか？やっぱり30を超えてからというものね。超えたんですよ。やっぱり余計にちっちゃい子供って可愛いなと思うようになった。いや可愛いね。確かにね、僕も子供あやすのとか大好きなんだ。あやすの好きなんだ。あやすの好き。どうやってあやすの？いやもう大体相場いないいないバーに決まってるし。いないいないバーね。そうそう。いないいないいないバー。バー。見た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 ってな。2回目パターン変えてけ変えてけ。こっちかそんなこと。子供がそんなこと言うかよ。いや今時の子供ってのはパターン変えないとついてこないから。そんなこともないよ。だから逆にするとかね。何逆？いるいるいるいないいるいないいるいるいないいるいない。どこで喜ぶ？こうなんだろう子供。あーあーって。あじゃあリズムを変えていこうか。何リズムって？いないないないばいないないば。気持ち悪いよなんか。もうあってなって背中痒くなっちゃうなんかそれ。あじゃあセリフ自体変えていきましょうか。いやセリフ変えるって言ってもどうする？人がいないいない商店街。寂しいよ。身寄りいないいないばあさん。寂しいって。もうケケケケって笑うのも嫌でしょ。いないいないばあでいいのよ。変えない必要ない変えるっすよ。じゃあロングバージョンにしましょうか。意味が分かんないだろ。いないいないばあのロングバージョンってどうやってするのよ。いない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 父とはそれっきりでした。お父さんね今日カーテンの向こうに来てます。それでは親子15年ぶりの再会です。シャッバーン。もうそれ軽い失踪だぞお前。いや今時の子供ってのはこれぐらいの方が喜ぶわけです。喜ぶわけないだろ失踪してんのにお前。 あそんなことないよお前。じゃあお前子供の時ってどんなだったの？あ僕子供の時です。何パクだったの？いやもうそれワンパクしかないだろう。ワンパクだったの？まあ確かにワンパクだったんですよ。あいいじゃない。だからねあんまりねお母さんのお手伝いとかしなかったから、ね、あそれはよくないな。なんかね料理の手伝いとかやっとけばよかったなと思うの今。あそうなんだ。あ思うんです。じゃあ俺がお母さんやるから。あそう。お手伝いしない？あ僕が、うん、子供やっていいの？やっていいよ。ちゃんとできるお母さん難しいんじゃない？難しいからこそやりがいがあるってもんだろ。さすがだな。トン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 。黒瀬くん、はい、お茶とコピーできてねえじゃん。早速あれお手伝いするんじゃなかったな。上司と部下になってるでしょ。ああ違う。お母さんと子供。お母さんと子供、ね、お手伝いだから、はいはい、トン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 。ねえジューン、はい、お母さん今手が離せないのよ、うん、ちょっと世界に平和をもたらしてちょうだい。荷が重いよ。早くもたらしてちょうだい。いや、せっかくなよ。それ荷が重い。それはちょっとガンジーに任しとけよ。それはお前お手伝いしないの？違う、子供ができるお手伝いですよ。ほら、うん、あれ取ってこれ取ってとか。ああその程度なの？その程度でいいの？トン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 。ねえジューン、はい、ちょっと天下取ってちょうだい。荷が重いってんの？早く取ってちょうだい。でかすなって。秀吉でも何年かかったと思ってんだよ。お手伝いしないの？じゃあもっと子供ができる子を何簡単にできること。ああお雑煮食べたり初詣に行ったりとか。簡単にできることじゃない。簡単にできること。簡単にできること。猿でもできるようなね。ああそんな感じ。ねえジューン、はい、ちょっと毛づくろいしてちょうだい。丸々猿じゃん。丸々猿だろそれは。あじゃあ長い棒でアリの巣ついて食べる。違う違う、もう何の手伝いだよこれ。猿にもできることって言うからさ。違うよ、もう料理の手伝いって言ったら大体なんかほらね、こう醤油取ってとか、あ相撲取ってとかね。違う、お皿取って叩き取ってとかね。違う、マヨネーズ取って特許取ってとかね。ちょっとは近づけ。俺3つも出してんのに。近づいてこいよもっと。俺お料理の手伝い難しいな。あそう、他の手伝いがいいな。あじゃあほらなんかあるじゃん、お魚買ってきてちょうだい。はいはいはい、犬の散歩行ってちょうだい。あそういうの、そんな感じで頼む。トントントン。ねえジューン、はい、ちょっとお魚の散歩に行ってきてちょうだい。混ざっちゃったよ。魚散歩させてもビチビチになって死んじゃう最後。一石二鳥じゃないの？もう犬の散歩で頼む。あねねえジョン、はい、いやジョン。俺が犬みたいになってんだろうがお前。それだったらお前おかしいだろ。ハウス。誰がハウス？犬じゃねえっつってんだよ。ビニールハウス。野菜じゃねえかよ。最後野菜だもん。ちゃんとやってくれ頼む。ねねえジュライジュン、1ヶ月多いよお前の。ちょっとお魚買ってきてちょうだい。いいよ行く。じゃあ築地に行ってマグロを競り落としてきて。競りは無理だよ、屈強の男たち勝てねえだろあれ。ダメ、お前のせいで全然できない。もうぐちゃぐちゃじゃねえかお前。どうしてくれんだよお前。じゃあこの責任取ってちょうだい。お前が取れバカ。どうもありがとうございました。まあまあね、知らない方も結構いらっしゃると思いますので、ね、ぜひ覚えて帰ってください ね、 覚えて帰ってください。パンクブーブーと言いましたね。そうなんですよね。まあね、お笑いのコンビとしてはちょっと珍しめのコンビなんですよ、よく言われますよね。まあまあ基本的にはですよ、お笑いのコンビって言ったらね、片っぽがブサイクだったら、ね、もう片っぽぐらいは男前なのか、まあ普通のパターンが。みんなバランスが取れてると思うんですけど、ね、まあまあ見てわかる通り、僕らの場合ブサイク&ブサイクなんですよ。あんま僕思ってないんですよね。すみません、ね。まあまあ歌手で言うならチャゲ&チャゲなわけです、ね。うん、それはそうです。怒られますからね。まあアニメで言ったら隣モトトロですからね。こっちモトトロ、隣モトトロ。
っていうか。そうですね。まあ、出ないにしてベラベラ喋って覚えてください。難しいもんですよ。あ、そうですか。その時はなんかモノマネとかして、うん、あのモノマネする人だってなりますから。なるほど、モノマネですか。あ、じゃあやっていきましょう、せっかくお正月ですから。当たり前じゃないですか。ありますよ。あるんですか、もう。モノマネ芸人ですよ、僕なんて。モノマネ芸人、はい、みんなドーンと盛り上がるようなやつ。出しといてどれ。前の向こうも。オッケーオッケー。ありがとうございます。派手なやつ、正月っぽい派手なやつ頼むよ。じゃあ、モノマネをさせていただきます。お願いしますよ。スーパーマリオで、クリボーが、ファイヤーボールで倒された時の音やな。大丈夫。あ、どうも。ぜひね、お願いします。地味すぎはしませんか。モノマネがちょっと地味だった。もっと派手な正月ですよ。あ、もっと派手なやつもね。派手なやつもあります。大丈夫です。ある？あります。大丈夫です。すいません。すいません。みたいなんですね。昔のファミコンで、ドラゴンクエストの勇者と武器屋の会話。地味これ。地味ですよ。でも鋼の剣を貸してるけど。ゲームしてる人もいるからね。なるほど。うん、もっとね、みんなが知ってるようなやつ。誰にでも分かるようなものがね。そうそう。ありますよ。まだあるみたいなの。すいません。じゃあ期待してね、待っててください。ケチャップ残りわずか。もう音も顔も汚いから。どっちも汚いからやめようも。マヨネーズ残りわずか。いや、何それ、どうすんのよ。何だよ。なんかポンってなるでしょ。なるけど。さらに向こうにポン取るでしょ。なんかねえのかしら。すいませんね。まあ最近よく思うんですけどね。なんすか。カップルが別れるときって喧嘩別れなんて良くないなと思うんですよ。そりゃそうですよね。やっぱロマンチック別れた方がいいなと思う。ロマンチックに別れた。そう、例えばこう彼女が遠くに引っ越したみたいな。引っ越したの。最終電車の駅のホーム。駅のホーム。彼氏が見送りに来る。見送りた。じゃあ彼女がいいんです。なんて。悲しいのは嫌だから笑いながら別れましょう。ね、別れ。笑いながら別れてこれいい別れ。今のは彼女役で合ってるんだ。今のは彼女役。完全におじいさん役みたいになってる。天敵を持ってるわけじゃない。天敵じゃない。彼女いや徘徊してないですよ。そうです。で、笑いながら別れていい別れになるでしょ。別れる時のシチュエーションとかセリフを自分たちで演出する。そうそうそう。それでちょっとやってます。じゃあ僕は彼氏。彼氏で。あなた彼女。僕から。僕は駅のホーム。駅のホームで。じゃあ最終電車で。ロマンスってね。うん。シュレックの色違いのものまね。息子のものまね持ってる。レパートリーには、彼女役に入ってる。肌色バージョンじゃないですね。もうすぐ、電車が出ちゃうね。そうだな。バブラ会社いたします。この列車は亡くなりまして、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪順に停車いたします。各駅停車は三鷹行き発車です。なんで総武線で行くじゃあバイ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 誰が超メガネ笑うには笑うなの理由があるでしょ。微笑む程度にかも、帰ろう。ちょ、待って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 。なんだよ、もうさ。なんで笑いながら別れましょう。そっちの辺は別れなんないからいい。いや、悲しいのが嫌なんでしょ。そうじゃあ怒りながら別れましょうでもいいよ。どうやってやんのさ。バイバイドタンゴトン。ケンカだろ。ドタンゴトン。ドタンゴトン。なんで音まで変わんの。ダメ。ダメだってやりましょう、笑いながら。オッケーわけです。くしゃみが出そうだけど、出ないときな状態になりながら別れましょう。え、意味がわかる。それが一番悲しくない。笑いながら別れたらいいんでしょ。悲しいのは嫌だから、くしゃみが出そうだけど出ない的な状態になりながら別れましょう。じゃあ気持ち悪いの。どうもありがとうございました。ありがとうございます。パンクブーブージャマジャでございます。ね、ありがとうございます。
ざまね、覚えて帰ってくださいね、覚えて帰ってくださいね、覚えたら帰ってくださいね、まだいてください、どんどん帰ってください、まだまだ続きますからね、ぜひともいていただきたいんですけどもね、まあけど我々もねこうやってお仕事ねいただいてありがたいんですけど、ありがたいですね、たまにはこのまとまった休みが欲しいななんて思いますよね、そう、ね、休みが続くと不安になるけどね、まあね、まあけどほら例えば家族でね、こうなんか動物園とか行ったら楽しいじゃないですか、ね、そう、たまの休みぐらいゆっくりしたいですよね、まあね、けどね動物園とかねたまに行ったらねびっくりするんですよ、びっくりする、そう、あ、ゾウってこんな鼻長かったっけっていうね、これがまた楽しかったりもするんですよ、そう、想像の範疇は超えてこないと思うんだけど、南角様、南角さん、こっちのセリフよ、こっちのセリフじゃない、全然共感しないよ、いや共感できないことばっかり言うからさ、何が共感できないのさ、いやゾウの鼻長い、いやそこ思ったことないけど、いやいやいや長いよゾウの鼻は、思い込みじゃない、いや想像してごらんよ、想像、そうゾウを、ゾウ頭の中でさ、そう、うん、そうよ、ゾウ想像だよ、想像、想像の想像、ゾウ、ゾウ、何どうなってる今、すげえごちゃごちゃしてる、なんかゾウだかそうだか分かんないな、何何、いやゾウの鼻が長いっていうのはこれも常識だからね、そうそうよ、うん、じゃあどんな動物だか、まあ、言ってみろよお前、いや耳のでかい動物いやいやでかいな、でかいでしょ耳、確かにゾウよりでかい耳のやついないですよね、けどね鼻なんですよ、申し訳ないですけども、ゾウといえば耳です、いやいやいや鼻なんですよ、いやいやいや耳です、ね、何言ったら鼻なんですよ、いやいやいや耳です、鼻なんです、いやいやいや耳、いや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 、やかましいわお前、小賢しいんだよお前、いや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 、いやゾウは鼻の長い動物、それ誰が言ってんの、みんな言ってます、もうゾウは鼻の長い動物だねってみんな言ってるよ、言ってる言ってるよ、ね、ゾウって鼻の長い動物ですよねって俺言われたことないけどね、あ、まあ俺もないけどね、言われるよ、わざわざは言わないのさ、言われたことないけども心の中で思ってんの、なんで心の中わかんない、耳のでかい動物と思ってるかもしんないじゃん、じゃあお前外行って聞いてこいよお前、え俺が片っ端から今から、あゾウってどんな動物ですかって聞いて回んの、みんな鼻の長い動物ですねって言う言わねえよ、え、みんな無言で早歩きだと思う、あそりゃそうか、やべえやつ、気持ち悪いかそんなやつを、やべえやつ来た、やべえやつ来たってなっちゃうけど、お前、じゃあお前ゾウのモノマネやれって言われたらどうするよ、こうやってやるだろお前、俺46だよ、ゾウのモノマネやれって言われない、あ言われないかもね、言われんの、いや俺も言われないけども、失礼なやつは文句言った方がいいよ、言わない、じゃあゾウのモノマネやれって言われたら、言われないって、いや言われるかもしれない、言われたらってそれ誰によ、いや誰でもいいんだよ、だ友達とかね、うん、友達にも言われない、いや分かんない、言われないじゃん、言われない、いやもし言われない、もし言われない、言われない、万が一言われない、なんで言い切れんですかそんなに、俺友達いない、あごめんね、言われない、申し訳ないわ、いいやつがいない、じゃあ子供はほら息子に、うちの息子、パパゾウのモノマネやってって、息子も言わない、いやそれは分からないじゃん、ね、言うかもしれない、うちの息子今年受験生だよ、あもう受験生、そうなのよ、早いよね、あげんこの間までちっちゃかったとに、子供なんかすぐよ、うわ早かーねえ、ねえ、そりゃ我々も年取るはずば、ねえ何の話これ子供の話、子供の話じゃないんだよ、ゾウ、じゃあ分かった分かった、俺が言うわ、ゾウのモノマネやって、やらない、なんでよ、いやゾウのモノマネ俺やらない、じゃあやってよ、いややらない、いややってゾウのやらない、やらないとおかしい、ゾウのモノマネはやらない、じゃあやってやらない、じゃあマジ変なやらない、やってやらない、じゃあやって、ゾウのモノマネやらない、いややってよ、やらない、頼むから、ゾウのモノマネはやらない、一回だけでやらない、やってゾウのモノマネをやらない、頼むから、俺はゾウのモノマネやらない、そったれがそったれがやな、俺はゾウのモノマネはやらない、固くなだろお前、やらない、いいよ、じゃあキリン、キリンはどんな動物だよ、キリン、キリン、足の細い動物、首の長い動物でしょ、首長いか、足も細いけども、足細いでしょ、違う違う、キリンのモノマネやれって言われたらどうする、言われない、言われないけども、ね、やれって言われたらこうするでしょ、キリンのモノマネやるだろ、キリンの、じゃあゾウは、え、だからゾウはこうだろお前、ウサギは、ウサギはこうだよ、ゴリラは、ゴリラはこうだよ、ブチハイエナは、ブチハイエナ、キョーン、いやちょ分かんないブチハイエナ、ブチハイエナってキョーンってやるの、分かんないキョーンってやるの、俺のモノマネはいいんだ、お前やってみろ、キリン、キリン、やらない、なんでやらないんだよ、じゃあウサギは、ウサギやんのかよ、何だったんだ、まあ、ジョゴリラは、ゴリラか、うん、じゃあブチハイエナは、キョン、一緒じゃねえかよ、じゃあゾウは、やらない、なんでやらないんだ、やれよ、じゃあゾウとキリンはやらない、じゃあキリンだけやろ、頼むから、やらない、一回だけ、やらない、お願いします、キリンはやらない、頼みます、やらない、変な感じで、いや変とかじゃない、一回だけ、俺お願いします、やろうぜ、一回やってみようぜ、ザ漫才、やらない、一回キリンのモノマネやってください、頼むから、やらない、そったりやな、本当に頼む、一生のお願いやってくれ、お前キリンのモノマネ、一生のお願い、キリンのモノマネやってくれていいの、いいから、頼むよ、もうどうしよう、そこまで言うならやるよ、一回やって、うん、なんで口元なんだよ、嘘つけよ
お前キリンかどうかも分かんねえだろ。キリンといえばこれでしょう。ああお前分かった、わざとずらしてんだ。そんなわけねえじゃん。嘘つけこの偏屈野郎が。お前なんだとこのパンティ、なんだとこの頑固やしが。お前ブラジャー、タコスケ野郎が。ガーターベルト、悪口がエッチだな。悪口じゃないんだよ、ご褒美だろうがお前そんなもん。ああじゃあ猫、猫はどうだ。猫、どんな動物だお前。みんなに踏まれる動物でしょ。いやもう猫踏んじゃった、もう困ってしまって。まあまあまあいい加減にしろ。ですね、たくさん盛り上がっていただいて本当にありがとうございます。ねえ、ねえ、まあね、初めて見る方も結構いらっしゃると思います。もちろんそうですよ皆さん、ね、ぜひ覚えて帰ってくださいね。覚えて帰ってください。パンクブーブーと言いましてね。そうなんです。まあね、お笑いのコンビとしてはちょっと珍しめのコンビなんですよ、ね。まあ、よく言われちゃうんですよ、ね、そんな風にね、まあ、基本的にはですよ、お笑いのコンビって言ったらね、片っぽがブサイクだったら、そうそうそう、もう片っぽぐらいは男前なのがまあ普通のパターンじゃない、うん、結構ねみんなバランスが大体取れてるもんなんですけど、ね、そうでしょ。まあまあ見てわかる通り僕らの場合ブサイク&ブサイクなわけですよ、まあ、よく言われるんですよ ね。あんま僕なんて思ってないんですけど、ね、まあ歌手で言うならチャゲ&チャゲなわけですよ、ね。うん、それは失礼ですよ。それはねチャゲチャゲなんで、チャゲチャゲって何なんですか。逆に覚えやすいかなと思いますけどね。そうですね、今日よかったらね、コンビ名だけじゃなくなんかこう個人名も覚えて帰っていただきたいな、うん、そこまではいいです。はい、コンビ名だけ覚えて帰ってもらいましょう。せっかくですから。さすがにそれぞれの個人名までもいいでしょうよ。なんでですか、せっかくこんなたくさんのお客さんいらっしゃるんですから、はいはい、もう覚えてもらった方がいいじゃん。いや、わかりますけど、今の時代ね、若手芸人なんていっぱいいるわけですから、お客さんはコンビ名を覚えるだけでも大変なわけですよ。いや、まあ、けど個人名ぐらい。いやいや、ましてや僕らが珍しい名前なとも、ともかく僕なんて佐藤哲夫ですからね、うん、もう佐藤哲夫なんてどこにでもある名前じゃないですか。そうですか。佐藤も普通で哲夫も普通で、合わせて佐藤哲夫なんてね。いや、まあね、それにしても佐藤哲夫なんて名前もいいしてんな、お前そうね。何回言ってんだよ、お前。佐藤哲夫ですからね。ね、本当にね、佐藤哲夫ですよ。いや、まあけど本当にね、もう佐藤哲夫なんですよ。いや、確かに。佐藤哲夫。しつこいよ。ね、方々に行くなよ、方々に。覚えてほしいですから、それね。ありがとうございます。本番中なんでちょっと黙っててください。せっかく味方してくれたんだろう。ありがとうございます。頑張っていきましょうね。ありがとうございます。今日ね、もう最近腹立つことも多いんですよ。そうなんすか。僕ね、この間ね、うん、電気屋さんに行って、うん、電気カミソリ買ったんですよ。やったじゃん、うん、まあ、やったじゃんって何それ、うん、俺の人生なめんの快挙でもないよ。それがね、たった3日で壊れたんですよ。そりゃひでえな。あります、こんなこと。そりゃ文句言った方がいいよ。もう言ったの、言ってないの、まだ。もう何やってんの、ふざけんな、てめえ何やってんだ。何怒ってんの。俺まだ何も喋ってないけど。早く文句言った方がいいよ、それは。いや、まだ文句言いには言ってないんですよ。言ってないの。そうけどね、ただこういうこと文句ってね、言ったことがないから、うん、なるほど、経験がないんですよね、うんうん、だからちょっとここでね、練習させてもらおうかなと。あ、練習しとくか。いい、うんうん、俺ちょっと俺文句言いに行くから。じゃあ俺店員やれば。店員さんやってね。うん、どうなってんだこの店、お前。これどうされました、お客様。お前どうしたもこうしたもね、お前。どうしたもこうしたもないんですか。申し訳ございません。いやいやいや、今後はどうしたもこうしたもあるようにいたします。どこで謝ってんの。どうしただけなら、まずこうしたの方が言ってねえだろうがよ。え、どうされたんですか。どうされたじゃないよ、お前、はい、この店で買った池サビがな、はい、お前たった3日で壊れたんだぞ、お前。そうなんですか。 あのお客様、その時のレシートか何かございますか。レシートあるよ、ほら。確かにここでお買い上げですね。ああ、じゃあどうしてくれんだよ、お前。かしこまりました。それでは少々パニクらせていただきます。え、やべえ、どうしよう。何してくれてんだよ。レシート食べちゃう。勝手にパニクるなよ、はい。最初にまず謝って、まず最初に。お客様、今回の場合は、I'm sorry、ヒゲソーリーでよろしいんですか。いいわけないじゃん。ヒゲソーリーの話めちゃめちゃ怒んぞ。違うんですか。ちゃんと謝って、ちゃんと。本当に申し訳ございませんでした。お帰りはあちらでございます。なんで帰らなきゃいけないんだよ。え、まだ、え、まだ何か。壊れたまんま、はいはいはい、これ新品と交換して、はい、それが同じものがもうないんですよね。なんで同じものなんだよ、お前。じゃあもっといいやつと交換して。これより上となりますと、もう芝刈り機になってしまう。別物じゃねえか。芝刈り機でひげを剃って顎なくなる、顎が、ね、じゃあ払ったお金返せ。すいません、もう全部使っちゃいました。なんでお前が使うんだよ。だいぶ期間がありましたので。横領じゃねえかよ、はい、それだったら。じゃあなんかないのか、お詫びの品か。それこう、お詫びの品といたしまして、当店のハンドア式冷蔵庫どうぞ。え、ハンドア式、はい、何それ。これドア閉めてもちょっと開いてます。不良品だよ、それ。不良品で中身腐っちゃう。いらない、いらない。あとはもうガガバチバチって死ぬやつぐらいしかない。もういらないよ、それも。お前田舎のコンビニになるやつ、ね、いらないよ、お前。もういいよ、もうお前じゃ話にならない。ちょ、店長呼べ、店長。店長、いやいや、店長と呼べっつったんじゃない。違うんですか。店長呼べっつってんだよ。店長呼べ。お前と喋っても時間の無駄だから、呼べよ、早く。ちょっと時間の無駄ってなんすか。時間の無駄、時間の無駄だろう。そんなこと言うんだったら、ちょっとここ押してもらっていいですか。なんなんこういうのを時間の無駄。じゃあやんじゃねえよ。さっきの時間の無駄でも何もない。意味がねえだろっつんだよ、お前。あ、あ、今ちょっつったな、お前な。ちょっつって下打ちしたな、お前な。下鼓ですよ。何も食ってねえだろうが。レシート食ったじゃないですか。だって言うなよ、お前。言ったけどな、お客様は神様だぞ。全員だって仏様でしょ。聞いたことないね。
お前こうなったら出るとこ出るぞ、これ。ちょっとね、ボーリングだろうがカラオケだろうが行ってやろう。楽しいとこだな。そういうとこじゃ出るとこって言ったらサイなんだよ。なんでそんな常夏のリゾートに。サイパンってねえよ、お前。サイパンっつったんだよ。サイパンなんてあんまりじゃないですか。謝れ、お前。手ついて謝れ、お前。この度は本当に申し訳ない。ためにじゃねえ、お前。いいじゃねえぞ。いや、時間の無駄。いただきました。これだけのお客さんに来てもらえるとなかなかないことですからね。そうですよね。これも一つの出会いですよ ね、 ね、 ね、勝手な意見ですけど ね、 ね、10年後になるか20年後になるかは分かりませんけどね。何ですか。いつかまた今日のこのメンバーで集まれたらいいなと。お一人でどうぞって。集まります。ありがとうございます。まあまあね、僕らもういいおじさんになりましたね。そうなんですよね。いや、もう2人とも子供がいますからね。そうですよ ね、 ね、自分の子供と過ごす時間っていうのは本当に癒されるなとか思ったりするんですよね。あの確かに何気ない時間でもね、うん、例えばあの子供がね、うん、あの雲見てほら、うん、お父さんあれ見てほらあれ見てじゃない、あのほらあれあのゾウさんみたいじゃないみたいな、はいはい、あなんか可愛いなみたいな、そういうのもほのぼのしますからね。ほのぼのする時間ってありますよ ね、 ねえお父さん見てあの雲なんだ、なんかダサくない、ダサい、ね、お父さん見てあの雲マジキモいんだけど、いいねえお父さん見てあの雲しょっぼ、雲嫌いなのあんま好きじゃないね。雲嫌いな子はそんないないと思うよ。え、子供って雲大好きなの。みんな雲好きさ。あ、そうなんだ。そらそうさ。ねえお父さん見てあの雲、おそらく積乱雲だね。積乱雲。お父さん見てあの雲、卵巣雲だね。卵巣。お父さん見てあの雲、巻積雲で間違いないと思うよ。好きが過ぎるな。好きが過ぎてさ。雲最高だね、お父さん。いや、気持ちが悪いよ。パパついていけないそんなの。子供雲好きじゃない。違う、なんかあれであれみたいだねって例えようとすんじゃん。 あれみたいだねって言われる。それが可愛いのさ。ねえお父さん見てあの雲、なんかあれみたいだね。ほらあのほらあれよ、ほらあれ、ごめんなさい最近あれが出てこない。おじさん、ほらあれよ、ちょっとちょっと、おじさんのもっぱらの悩み。いやお父さんね、お父さん、いや動きもおじさんじゃねえか。いや別に義理の息子相手してるわけじゃないからさ。あ違うの、子供なんだよ。はい、もっと子供らしくやっちゃって、子供らしくやっちゃってね。お父さん見てあの子も見て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 、病院に行こうってなる。病院に連れて行っちゃう、そうなると。でもうちの子いつもこんな感じなの。あ、ごめんなさい。あ、そうなの、うん、いや、じゃあそれだったら会話になんないからさ。なんないから、うん、もうちょっとやっぱ例えてくんないと。何かに例えるんだ。そう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 。ねえお父さん見てあの雲、なんか煙みたいだね。ねえお父さん見てあの雲、湯気みたいだね。ねえお父さん見てあの雲、水蒸気みたいだね。クソつまんねえな、お前。クソつまんねえガキだな、それ。あ、水蒸気みたいだねってこと。いやいや、顔じゃない、顔じゃない。そこで笑かしてくれなんて言ってないのよ。つまんないっていうか、違う、子供の発想力ってあるじゃん。発想力、なんでそれがそんな風に見えんのみたいな。あ、子供想像力豊かなね。子供ならではのさ、なんかあんじゃん。 ねお父さん見てあの雲、角のタバコ屋のクソババアがさ、釣り線ごまかしてるところみてえだよな。ねお父さん見てあの雲、祭りで浮かれたバカップルがよ、ホテルにしけ込んでるところみてえじゃねえか。ねお父さん見てあの雲、三丁目のションベンハゲがよ。育ち悪いな。何ぞ下町の親父みたいに言い方するんだ。なんでそれに見えるのって。いやいやいや、バカップルがホテルに入ってる雲よくわかんねえわ。わかんない。お上品で来てくれ、お上品で。なるほどね。おもうお上品。お父様、あの雲をご覧ください。中世ドイツの彫刻家ティルマン・リーメン・シュナイダーの作品のようで。上品がすぎるわ。それもパパついていけない。ついていけない、ついていけないんだ。みんなが分かるようなやつ。あ、誰でも見たことあるようなやつ。そういうやつで来てくれよ。ねえお父さん見てあの雲、なんだ、なんかバッグクロージャーみたいだね。バッグクロージャー、あのパンを入れてる袋を止めてるやつ。あ、バッグクロージャーって。ねえお父さん見てあの雲、なんかラバーカップみたいだね。ラバーカップ、あのトイレのスッポンってやる。ラバーカップ。ねえお父さん見てあの雲、グレイビーボートみたいだね。グレイビーボート、あのカレーを入れてる魔法のランプみたいな形の器。グレイビーボート、そうそうそう。いや、塀が勝つ。そう、雲どこじゃない、もう塀が勝ってんじゃん。塀ってなっちゃう。癒されない、癒されないよ、それじゃ全然。癒しが欲しいなと思うんですよ ね、まあ、ね、もう大人になるとね、もう仕事しないといけないでしょ。まあ確かにね、最近不景気ですからね、うん、仕事もいつクビになってもおかしくないような時代です。実際にあるみたいですよ、はい、急に呼び出されてね、はい、お前はクビだみたいな、リストラとかありますからね。もう来なくていいみたいな、ね、そういうコントに入ります ね、 ねえ。お前は今度で入るんですよね。すいませんね。
お呼びですか、社長。すまないね、佐藤君、急に呼び出して。話って何ですか。まあちょっとね、非常に言いづらい話なんだけどね。え、非常に言いづらい話ってまさか。あ、そのまさかなんだよ、佐藤君。マサチューセッチ州の老若男女が手術中とか。いや、そう言いづらいだろ。すごい言いづらい。すごい言いづらい。マサチューセッチ州が言いづらい。違うよ。違いますよ。君にとって言いづらい話なんだよ。僕にとってですか。はい、佐藤君、はい、君はもう今週いっぱいで来なくていいから、はい、ね。ちょっと社長、僕の聞き間違いですよね。聞き間違いじゃないんだよ。でも社長、今昆虫のおっぱいがどうとか。聞き間違いだな。だったら昆虫におっぱい。昆虫おっぱい。今週いっぱいって言ったんだよ。今週いっぱいですか。いいですね。行かねえよお前。なんで伝わんねえんだ。誘ってくれてるんじゃないですか。今週いっぱいで来なくていいって言ったの。はいはいはい。つまりはクビだって言ってんだよお前。首？ああ、え、僕が首なんすか。お前は首だよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。首になったら僕この会社に居づらいじゃないですか。いっちゃダメなの。首なんだから来てもダメだ。いや、だいたいなんで僕は首なんすか。僕何にもしてないじゃないですか。毎日会社に来て何にもしてないじゃないですか。だからだよ。そういうやつは首なんだよ、バカチンが。首だけは勘弁してくださいよ。ダメだよ。うちにはお腹を空かせた子供たちとお腹いっぱいの妻がいるんですよ。妻が悪いし。妻怒っとけよ、お前。それから妹の手術代も稼がないといけないんです。え、妹さん手術するのか。はい、顎のラインをもうちょっとシャープに。美容整形。美容整形。はい。なんでどっか悪いのかと思って心配したの。もちろんルックスが悪いんですよ。それは知らないよ。中身で勝負しなさい。とにかく首だけは勘弁してください。お願いします。すまないね、佐藤君。もう決まったんだよ。いや、そこをなんとかお願いします。ダメなんだよ。いや、そこをなんとかお願いします。ダメだ。いや、そこをなんとかお願いします。ダメだ。そこをなんとかお願いします。そこをなんとかお願いします。そこをなんとかお願いします。そこをなんとかダメだ。つつけ。いや、こっちのセリフ。お前がしつこいからしょうがねえだろうがよ。 お願いします、この通りですから。なんで合わさってないんだ、ここ意味わかんねえだろ。 それじゃあせめて給料だけでも今まで通りもらうわけにはいかない。バカじゃねえのか。ダメすか。誰が運転だよ。ダメですか。この際だからはっきり言うけどな。なんすか。お前みたいなクズ雇ってる余裕はないんだよ。社長、あなた今なんて言いました。なんて。聞き逃したのは謝ります。今なんて言うの。なんで聞き逃した。こんなにはっきり言ったの。なんて言うの。お前みたいなクズ雇ってるないっつったんだから、クビだろ。ああ、そうですか、わかりましたよ。これで俺の人生もザ・エンドさ。ジだよ、そこ。ああ、いいですよ。僕を雇ってくれる会社はね、他にも月の数ほどあるんですからね。じゃあ一個しかねえじゃねえか。でも最後にこれだけはやらせてもらいますよ。ダメだ。そこをなんとかお願いします。大丈夫か。どうも、どうも。ハンクブブでございます。お願いします。2人とも、子供がいるんですけども、はい、やっぱりちょっとおねだりしてきますね、やっぱ子供っていうのが。あ、してくるね、子供っていうのは ね、もう欲しい、ね、愛する人を守れるだけの力が欲しい、うん、いや、かっこいいな、随分。そんなおねだりないだろう、お前。うちの子はそんな感じだ。すごい英才教育だね。英才教育。いや、そんな話どうでもいい、うん、違うの。そういうことじゃない、うん、そういうことじゃない。ほら、あれ買ってこれ買ってとか、ね、あ、それも言ってくるね。おもちゃならまだいい、うん、ただほら、犬飼いたい、これが大変なんですよ。お父さん困るよね。そう、うん、やっぱ簡単に買わすわけにはいかないからね、うん、さあ、もうバシッと僕は言いますよ。お、言える。さあ、もうすぐには買わせないよ、それ。自分の子供しっかりしつけできる。当たり前じゃない、そんなこと。よし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 。あれ、鉄夫じゃないか、お前。あ、何やってんだ、お前は。お父さん。いや、お父さんね、イントネーションおかしい。あ、お父さん。武藤さんの言い方だから。あ、犬じゃないか、お前これ、うん、どうしたんだ、お前これは。この子、空き地にポイ捨てされてたんだ。嫌な言い方するな。ねえ、お父さん。何だ。ブリーダーってよくない。え、ブリーダーっていう響きかっこよくない。いや、別にかっこいいな。トップブリーダーって憧れない。いや、別に自分自身のトップブリーダーと呼ばれてみたいな。買いたいって言えば。何その遠回しな攻め方。買いたい、この子買いたい。あ、ダメだよお前。お願いだよ、もう名前も考えてあるんだよ。なんだよ名前。 No War。 いや、メッセージ性が強いな。世界平和を願ってこの子には No War と付き合うと思うんだよ。やめなさいよ、肩のに重いよお前そんな。お願いだよ、僕いい子になるから。え、なんだい。大嫌いないちご大福も食べるから。食わなきゃ食わないでいいわ。そんなに栄養があるもんでもないしお前いちご大福。なんでダメなんだよ。お前は生き物の世話苦手だろ。それ確かにマリモの時は失敗したけど。じゃあ無理だよもう。今回は何かいけるんじゃないか。マリモ無理なやつ全部無理、全生き物無理だから。お願いだよ。いいじゃないか、こんなに可愛いんだからさ。な、可愛いだけで勝っちゃダメなんだぞ犬っていうのは。この子は可愛いだけじゃないよ。何、とっても賢いんだ。なんだ賢いっていうのは。ジャスティス、ね、もうジャスティスができるんだよ。ジャスティスが分かる。完璧にジャスティスが。どういうこと？ここまで綺麗なジャスティスはなかなか。どうなったらジャスティスなの？こうなったらよ。いや、それずるいじゃん。ずるいとか。どうなってるのよ。え、見えないの？どうか。見えないよ。どういう、なんで見えないの？どういう格好が。とにかくダメなもんダメなんだよ。なんだよ、なんだよ。お父さんのクズー。バカって言うよ。クズって一番言われたくないんだよ。お父さんなんかもう死んじゃえばいいんだ。
地球にぶつかりそうな隕石を食い止めて死んじゃえばいいんだ。いや、英雄の死に方だいぶ尊敬されるお父さん。死んじゃえ死んじゃえ、お父さんなんか死んじゃえ。お前、まあ、親に向かって死んじゃえとはなんだ。えじゃあ生きちゃえ。お父さん一人が何千年も何万年も生き続けちゃえ。いや、それはそれで怖いけど。そして滅びゆく人類の行く末、お父さんが見届けちゃえばいいんだ。お前、お父さんに火の鳥読んだな。とにかくダメなもんはダメなんだよ。お父さんなんかもう生理的に大嫌いだ。いや、犬関係なかったな。そもそも嫌いって話じゃん。いいか哲夫、犬っていうのはな、生き物なんだ。そんな生き物をな簡単に、いや男泣きだなお前。子供だったらもっとワーンとかエーンとか泣けよ。もういや背中で泣くな、背中で。何なんだその泣き方はお前。ハーンじゃないんだよ。いや分かった、じゃあ分かったよ哲夫。え、その代わりちゃんと可愛がるんだぞ。もちろんだよ、ボロボロになるまで買い潰すよ。いやボロボロにしたんだね、古着じゃないんだけど。よかったね、ノーウォー。これでずっと一緒にいれるんだよ、ノーウォー。名前変えた方がいいんじゃないの。こらこら、そんなに舐めるなよ。臭いし不衛生じゃないか。いや犬嫌いだろ。どうもありがとうございました。たくさん盛り上がっていただいて、ね、本当にありがとうございます。ねえ、ねえ、まあまあね、初めて見る方も結構いらっしゃると思います、ね、もちろんそうですよ皆さん、ね、ぜひ覚えて帰ってくださいね。覚えて帰ってください。パンクブーブーと言いましてね。そうなんですよ。まあね、お笑いのコンビとしてはちょっと珍しめのコンビなんですよ、ね、まあ、よく言われちゃうんですよ、ね、そんな風にね、まあ、基本的にはですよ、お笑いのコンビって言ったらね、片っぽがブサイクだったら、そうそうそう、もう片っぽぐらいは男前なのがまあ普通のパターンじゃない、うん、結構ねみんなバランスが大体取れてるもんなんですけど、ね、まあまあ見てわかる通り僕らの場合ブサイク&ブサイクなわけですよ。よく言われるんですよね。あんま僕なんて思ってないんですけど、まあ歌手で言うならチャゲ&チャゲなわけですよ、ね、うん、それは失礼ですよ、それはね。チャゲチャゲなんで、チャゲチャゲって何なんですか。逆に覚えやすいかなと思いますけどね。そうですね、今日よかったらね、コンビ名だけじゃなく、なんかこう個人名も覚えて帰っていただきたいな、うん、そこまではいいです。はい、コンビ名だけ覚えて帰ってもらいましょう、せっかくです。さすがにそれぞれの個人名までもいいでしょうよ。なんでですか、せっかくこんなたくさんのお客さんいらっしゃるんですから、はいはいはい、もう覚えてもらった方がいいじゃん。いや、わかりますけど、今の時代ね、若手芸人なんていっぱいいるわけですから、お客さんはコンビ名を覚えるだけでも大変なわけですよ。いや、まあ、けど個人名ぐらい。いやいや、ましてや僕らが珍しい名前なとも、ともかく僕なんて佐藤哲夫ですからね、うん、もう佐藤哲夫なんてどこにでもある名前じゃないですか。そうですか。佐藤も普通で哲夫も普通で、うん、佐藤哲夫なんてね。いや、まあね、それにしても佐藤哲夫なんて名前いいしてんなお前、そうね。何回言ってんだお前。佐藤哲夫ですからね。ね、本当に、ね、佐藤哲夫ですよ。いや、まあけど本当にね、佐藤哲夫なんですよ。いや、確かに佐藤哲夫しつこいよ、ね、方々に行くなよ、方々に。覚えてほしいですから、ね、それね。ありがとうございます。あの本番中なんでちょっと黙ってて。せっかく味方してくれたんだろう。ありがとうございます。頑張っていきましょうね。ありがとうございます。今日ね、もう最近腹立つことも多いんですよ。そうなんすか。僕ね、この間ね、うん、電気屋さんに行って、うん、電気カミソリ買ったんですよ。やったじゃん、うん、まあ、やったじゃんって何それ、うん、俺の人生何年だよ。快挙でもないよ。それがね、たった3日で壊れたんですよ。そりゃひでえな。あります、こんなこと。そりゃ文句言った方がいいよ。もう言ったの、言ってないの、まだ。もう何やってんの、ふざけんな、てめえ何やってんだよ。何怒ってんの俺。まだ何も喋ってないけど。早く文句言った方がいいよ、それは。いや、まだ文句言いには言ってないんですよ。言ってないの。そう、けどね、ただこういうこと、文句ってね、言ったことがないから、うん、なるほど、経験がないんですよね、うんうん、だからちょっとここでね、練習させてもらおうかなと。あ、練習しとくか。いい、うんうん、ちょっと俺文句言いに行くから。じゃあ俺店員やれば。店員さんやってね。うん、どうなってんだこの店お前。これどうされましたお客様。お前どうしたもこうしたもね、お前どうしたもこうしたもないんですか。申し訳ございません。今後はどうしたもこうしたもあるようにいたします。どこで謝ってんの。どうしただけならまずこうしたの方が、ね、言ってねえだろうがよ。どうされたんですか。どうされたじゃないよお前、はい、この店で買った営業サービスがな、はい、お前たった3日で壊れたんだぞ。そうなんですか。 あのお客様、その時のレシートか何かございますか。レシートあるよ、ほら。確かにここでお買い上げですね。ああ、じゃあどうしてくれんだよお前。かしこまりました。それでは少々パニックらせていただきます。えやべえ、どうしよう。何してくれてんだよ。レシート食べちゃう。勝手にパニックるなよ、はい、最初にまず謝って。まず最初にお客様、今回の場合はアイムソーリーヒゲソーリーでよろしいんですか。いいわけないじゃん。ヒゲソーリーの話めちゃめちゃ怒んぞ。違うんですか。ちゃんと謝って。ちゃんと本当に申し訳ございませんでした。お帰りはあちらでございます。なんで帰らなきゃいけないんだよ。え、なんだ。ヒゲソーリー壊れたまんま、はいはいはい、これ新品と交換して、はい、それが同じものがもうないんですよね。なんで同じものなんだよ、まあ、じゃあもっといいやつと交換して。これより上となりますともう芝刈り機になってしまう。別物じゃねえか。芝刈り機でひげを剃って顎なくなる。顎が、ね、じゃあ払ったお金返せ。すいません、もう全部使っちゃいました。なんでお前が使うんだよ。だいぶ期間がありましたので。横領じゃねえかよ。
ね、それだったら。じゃあ、なんかないのか、お詫びの品か、それこう。お詫びの品といたしまして、当店のハンドア式冷蔵庫どうぞ。え？ハンドア式？はい。何それ？これドア閉めてもちょっと開いてます。不良品だよ、それ。不良品で。中身腐っちゃう。いらない、いらない。あとはもう、ガガバチバチって死ぬやつぐらいしかない。いらないよ、それも。田舎のコンビニになるやつ。いらないよ、お前。もういいよ、もうお前じゃ話にならない。ちょ、店長呼べ、店長。店長。いや店長と呼べっつったんじゃない、違うんですか、店長呼べっつってんだよ、店長呼べ、お前と喋っても時間の無駄だから呼べよ早く、ちょっと時間の無駄ってなんすか、時間の無駄、時間の無駄だろう、ああそんなこと言うんだったらちょっとここ押してもらっていいですか、なんなんこういうのを時間の無駄、じゃあやんじゃねえよ、時間の無駄でも何もない、ねえだろっつんだよお前、ああ今ちょっつったなお前な、ちゃっつって下打ちしたなお前な、下鼓ですよ、何も食ってねえだろうが、レシート食ったじゃないですか、だって言うなよお前、言ったけどな、お客様は神様だぞ、全員だって仏様でしょ、聞いたことないね、お前こうなったら出るとこ出るぞ、これちょっとだよ、ボーリングだろうがカラオケだろうが行ってやろう、楽しいとこだな、そういうとこじゃ出るとこって言ったらサイなんだよ、なんでそんな常夏のリゾートに、サイパンつってねえよお前、サイパンつったんだよ、裁判なんてあんまりじゃないですか、謝れお前、手ついて謝れお前、この度は本当に申し訳ない、壁にじゃねえお前、いいじゃねえぞ、いや時間の無駄、いや僕最近思うんですよ、何言うんですか、やっぱり30を超えてからというものね、超えたんですよ、やっぱり余計にちっちゃい子供って可愛いなと思うようになった、いや可愛いね、はい、確かにね、僕も子供をあやすのとか大好きなんで、あやすの好きなんだ、あやすの好き、どうやってあやすの、いやもう大体相場はいないいないバーに決まってるし、いないいないバーね、そうそういないいないいないバーいないいないいないバー、見た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 って何、2回目パターン変えてけ変えてけ、こっちかそんなこと、子供がそんなこと言うかよ、いや今時の子供ってのはパターン変えないとついてこないから、そんなこともないよ、だから逆にするとかね、何逆、いるいるいるいないいるいないいるいるいないいるいない、どこで喜ぶこうなんだろう子供、ああああって、あじゃあリズムを変えていこうか、何リズムって、いないいないいないばいないいないば、気持ち悪いよなんか、もわってなって背中かゆくなっちゃう、なんかそれ、あじゃあセリフ自体変えていきましょうか、いやセリフ変えるって言ったらどうする、人がいないいない商店街、寂しいだろ、身寄りいないいないばあさん、寂しいってそれ聞いて子供がケケケケって笑うのも嫌でしょ、いないいないバーでいいのよ、変えなきゃ必要ない、変えるっすよ、じゃあロングバージョンにしましょうか、意味が分かんないんだろ、いないいないバーのロングバージョンってどうやってするのよ、いない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 、父とはそれっきりでした、お父さんね今日カーテンの向こうに来てます、それでは親子15年ぶりの再会です、シャバーン、もうそれ軽い失踪だぞお前、いや今時の子供ってのはこれぐらいの方が喜ぶわけです、喜ぶわけないだろ失踪してんのにお前、 あそんなことないよ、じゃあお前子供の時ってどんなだったの、あ僕子供の時何パクだったの、いやもうそれワンパクしかないだろ、ワンパクだった、まあ確かにワンパクだったんですよ、あいいじゃない、だからねあんまりねお母さんのお手伝いとかしなかったから、ね、ああそれはよくないな、なんかね料理の手伝いとかやっとけばよかったなと思うの、今あそうなんだ、うん思うんです、じゃあ俺がお母さんやるから、おそうお手伝いしない、あ僕が、うん、子供やっていいの、やっていいよ、ちゃんとできるお母さん、難しいんじゃない、難しいからこそやりがいがあるってもんだろ、さすがだな、トン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 、黒瀬くん、はい、お茶とコピーできてねえじゃん早速、あれお手伝いするんじゃなかったな、上司と部下になってるでしょ、ああ違う、お母さんと子供、お母さんと子供、お手伝いだから、トン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 、ねえジュン、はい、お母さん今手が離せないのよ、うん、ちょっと世界に平和をもたらしてちょうだい、荷が重いよ、早くもたらしてちょうだい、せっかくなよ、それ荷が重い、それはちょっとガンジーに任しとけよ、それはお前、お手伝いしないの、違う子供ができるお手伝いですよ、ほら、うん、あれ取ってこれ取ってとか、ああその程度、ね、その程度でいいの、トン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 、ねえジュン、はい、ちょっと天下取ってちょうだい、荷が重いってんの、早く取ってちょうだい、でかすなって、秀吉でも何年かかったと思ってんだよ、お手伝いしないの、じゃあもっと子供ができる子何、簡単にできること、ああお雑煮食べたり初詣に行ったりとか、簡単にできることじゃない、簡単にできること、簡単にできること、猿でもできるようなね、ああそんな感じ、ねえジュン、はい、ちょっと毛づくろいしてちょうだい、丸々猿だろそれは、あじゃあ長い棒でアリの巣ついて食べて、いや違う違う違う、もう何の手伝いだよこれ、猿にもできることって言うからさ、違うよ、もう料理の手伝いって言ったら大体相場決まってるでしょ、なんかほらね、こう醤油取ってとか、あ相撲取ってとかね、違う、お皿取って、たたき取ってとかね、違う、マヨネーズ取って、特許取ってとかね、ちょっとは近づけ俺3つも出してんのに近づいてこいよ、もっと俺に、お料理の手伝い難しいな、あそう、他の手伝いがいいな、あじゃあほらなんかあるじゃん、お魚買ってきてちょうだい、はいはいはい、犬の散歩行ってちょうだい、ああそういうの、そんな感じで頼む、トントントン、ねえジュン、はい、ちょっとお魚の散歩に行ってきてちょうだい、混ざっちゃったよ
魚散歩させてもビチビチになって死んじゃう最後。一石二鳥じゃないの？もう犬の散歩で頼む。あね。ねえジョン。はい。いやジョン。俺が犬みたいになってんだろうがお前それだったらお前おかしいだろ。ハウス。誰がハウス？犬じゃねえっつってんだよ。ビニールハウス。野菜じゃねえだろ。最後野菜だもん。ちゃんとやってくれ頼む。ね。ねえジュライ。ジョン。一ヶ月多いよお前の。ちょっとお魚買ってきてちょうだい。いいよ行く。じゃあ築地に行ってマグロを競り落としてきて。競りは無理だよ。屈強な男たち勝てねえだろあれ。ダメ。お前のせいで全然できないもんぐちゃぐちゃじゃねえかお前。どうしてくれんだよお前。じゃあこの責任取ってちょうだい。お前が取れバカ。どうもありがとうございました。インビテーションナンバー20パンクブーブー The Mother。お願いします。すごい全然振り返してくんない。よろしくお願いします、ね、お願いします。僕ってほら、うん、昼ドラが好きじゃないですか。知らん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 ですか。知らんね、うん、僕のことですよ、うん、だからかな。だからなのかな、ね、申し訳ない、うん、昼ドラが好きなんですよ。あ、そうなんだ。あのドロドロとした展開があるでしょ、うん、あれがたまんないんですよね。確かにあるよね。なんかあの親子だったけど、うん、実は血がつながっていなかったみたいなね、はいはいはい、であの息子の方がそれに気づいて、うん、あの親父にこれ問い詰めるみたいな。思春期だよね。あるよね、はいはい、親父親父どうしたジュン、すごい煙幕じゃないか。煙幕だよ何の煙も出てねえだろ。どうしたんだ親父、本当のことを教えてくれ。急に言われても父さんことなんて引いたことがないから。そのことじゃない。こと違いだよ。三味線だったら教えられるかもしれない。違うっつってんだよ。本当のこと。真実だよ真実。真実？親父。親父は本当の親父じゃないんだろ。何をバカなこと言ってんだ。父さん最近もうすっかり親父。あ違う。もう親父。この親父。そうじゃねそうじゃね。そうじゃね、もう枕は臭いわ単枕もこれもう本当の親父。聞きたくないよそんな話。俺と親父は血がつながってないんだろっつってんだよ。バカバカしい。何の根拠があってそんなこと言ってるんだ。根拠ならあるよ。お前まさか父さんのブログを見たんじゃないだろ。見てねえよ。つかブログに書いてんのかお前。じゃあツイッターか。ツイッターを見たのか。ツイッターでもつぶやいてんのかよお前は。血がつながってなう。それどうなんだよ。血がつながってなうじゃどうかわかんねえなおい。とにかく余計な心配するな。父さんとお前は血のつながってない本当の親子なんだ。やっぱつながってないんじゃないか。そこだろ俺が聞きたいの。お前さらっと言いやがってよお前よ。おなんでだよ、なんで今までお前隠してたんだよ。え血はつながってなくてもそんなもん何かの拍子にパッとつながるかもしれないじゃん。つながんねえよ血なめんなよお前よ。諦めるな。たとえ可能性が 0% でも残りの 1% にかけてみればいい。残ってないじゃない。ゼロって言ったじゃないもう。血なんかどうだっていいじゃないか。血のことなんか気にするな。そういうお前の B 型っぽいところ AB 型の父さんには全然理解ができない。お前気にしてんな。お前違う気にしてんの。本当に B 寄りの王よね。だいぶ気にしてるやつですよ。下手そうお前。やっぱりそうだったんだ。おいいか、今後二度と俺に親父面すんじゃねえぞ。何？お前もう一遍言ってみろ。おい言ってやるよ、二度と親父面すんじゃねえぞ。よくもそんなことを一度ならず二度まで。も二度目はお前のせい。もう一度ってリクエストがあったから。よく考えてみろ。お前が毎日学校に行けるのも父さんが毎日パチンコをしてられるのも全部母さんが働いてくれるのも。お前何もしてねえじゃねえか。何なんだよこのクソ親父が。クソ親父だと？このバカ親父に向かってクソ親父とは何だ。違いが分からねえ。なんでバカだったらいいんだよ。そういうとこはダメなんだよこの解消なしが。なんだとこの羽もぐら。うるせえ当変僕。言いやがったなヒゲゾンビ。無職じじいが。わがままモスキート。悪口独特だな。ちっとも頭に来ねえんだよバカが。バカだと甘ったれんのもいい加減にしよう。読みかけかよ。いい加減にしよう。殴るんじゃねえのか。誰が王って言うんだよお前。そいい加減にするかい。イエイとも言わねえ。もういいよ俺はもうこんなとこ出てってやるよ。おお出ていけ。今すぐリビングから出ていけ。家から出ていくんだよお前。お家から出ていけ。とことこ出ていけ。とっとと出ていくね。とことことは出ていかない俺は。全く親の顔が見てみたいよ。俺が一番見たいんだよ。いい加減のバカ。どうもありがとうございました。出力派登場。親父どうしたそんなに興奮して。親父正直に答えてくれ。なんだ親父は本当の親父じゃねえんだろ何をバカなこと言ってんだ。父さん最近もうすっ
かり親父。あ、意味が違う。もう加齢臭とかすごいしね、もう本当の親父ね。いや違うんだよ、まあ、あれだね、あの立ったり座ったりするとき本当にどこいしょって言っちゃうもんだね。いや知らねえわそうじゃねえんだよ。え、そうじゃないの。俺たち本当の親子じゃねえんだろっつってんだよ。何を言ってるんだ実の息子よ。いいか実の息子、あの実の息子は呼び方が不審だよ実の息子にさって実の息子って呼べ、名前ダメだろ普通。呼び方なんかどうだっていいじゃないか。え、それともあれか、何か決定的な根拠でもあるっていうのか。ああ、根拠ならあるよ。お前まさか父さんのインスタを見たんじゃないだろうか。見てねえわあれ見られたら父さん終わりだ。何あげてんだよインスタに。違うよ、写真だよ。写真、なんで俺が赤ん坊の時の写真が一枚もねえんだよ。写真なんか新しいの撮ったら古い方いらないから捨てるだろ。捨てねえだろ絶対に撮っとくだろ赤ん坊の時の写真なんて。とにかく余計な心配するな。誰が何と言おうとおじさんは本当の父親だ。おじさんって言った、もう全部自分で言っちゃってんじゃねえか。やっぱり俺たち赤の他人なんじゃねえか。赤の他人だと、お前誰のおかげでご飯が食べられると思ってんだ。え、農家の方々が汗水垂らして一生懸命働いてくれるおかげで私たちは毎日おいしいご飯が食べられるんじゃないか。いいか、父さんの言いたいことはこれじゃないだろうな。そういう感じじゃない。なんかよく分かんなくなっちゃったよ途中で。農家の話になっちゃったね、うん、とにかく本当の父親じゃないんだったら二度と親父面すんじゃねえぞ。甘ったれんのもいい加減にしよう。今殴るんじゃねえのか。何なんだこれ。もういい、そこまで言うんだったら出ていけ。え、このリビングから出ていけ。リビングからかよ結局家にいるじゃねえか。それだったらこの家から出てってやるよ。おう出ていけ、とっとと出ていけ。ああ、そして晩ご飯までには帰りなさい。いや帰るかまあね、こうやってね、うん、今お笑いとかやってるじゃないですか。やってますね。でもね、あの、うん、僕思うんですよ、あの、うん、他にもね、埋もれていた才能とかあったんじゃないかなとか。あ、俺たちに。そうそう、あ、分かんない、あるかもしれない。でね、あの才能があったらいいなと思うのがあるんだよね。何何、あの命乞いね。ああ、ね、なんで、うん、なんでだろう。命乞いがうまかったら命を狙われた時も絶対助かるわけじゃない、うん、まあけどそんなにね、うん、ないよ。いやだから必要だと思うからちょっと命狙ってみてくんないかな何その頼み。あ、ごめん、できんの。うん、まあいいけど。貴様らここで死んでもらう。待ってくれよな、待ってくれよな、な、な、下手くそ。なんだよお前、なんか言わないと。え、何言ったらいい。犯人の同情引くとかさ、あ、どう、俺には愛する妻がとか、家族の話するとか。貴様らここで死んでもらう。待ってくれよ、俺には愛する妻とその旦那がいるんだよ。人妻じゃねえ、愛しちゃダメ。恋愛は自由だと思う。そういうことじゃないの、同情引くの、うん、うちには寝たきりの母がとか。うちには飛び切りの母がいる。自慢になってる。飛び切りはダメなの、寝たきりの母がね。待ってくれよ、俺にはこたつで寝たきりの母がいる。ぐーたらぐーたら、それただのハンモックで寝たきりの母が。優雅だな。そういうことじゃない、もっと必死に来てるで。必死に待ってくれよ、俺何でもするから。なんだよ、タバコもやめる、うん、野菜も食べる、うん、そうだ明日からジョギングも始めよう。自分のためじゃねえ。俺全く関係ねえじゃん。そんな、そうか、難しいな。お前下手だな。ダメだな。だけど埋もれていた才能を見出される瞬間っていうのは気持ちいいよ。気持ちいいでしょ。僕にもあるんですよ。例えばこっちにね、野球部が練習してると。練習してると。で僕のところにボールが転がってくる。野球部ので野球部の人がね、おいボール取ってくれって言うんですよ。そら言いますよ。で俺が、おれやって投げたら野球部にズバン。お、すごい、君野球部に入らないか。ああ、そういうのね、勧誘されちゃうみたいなさ。ちょっとやりたくていい。オッケー、おいボール取ってくれ。これか、行くぞ、おりゃー、ズボン。すごい、俺にはキャッチャーの才能があるのかもしれない。あんな豪華に追い込む感じ。待て待てよ、お前の才能を見出してどうすんだよ。俺、お前、うん、何声高くなってる。俺だよ、頼むよ。おいボール取ってくれ、おりゃー、ズボン。すごい、君いい声してるな。どうだ、合唱部に入らない。どこ食いついてる。そうじゃねえよ。いい声してたもん。いや、まあいい声と俺言われるけど。おりゃー、お前の方がいい声じゃん。恥かかすなよ、俺が入りたいの合唱部じゃないの。あ、お風呂。いや風呂でもね。君野生の動物みたいな匂いがする。どうだ、お風呂に入ってみようか。何の勧誘。お風呂入ってます、ボディーソープ使って洗ってます。動物物語、植物物語、勝手な物語作んなよ。違う、だから肩、うん、野球部だから肩見て。肩、君すごい撫で方じゃないか。見た目じゃない。そうだ、和服を着てみないと。何部だ和服って。違うだろ、君、うん、いい肩してるねって。こう肩の強さだから。おいボール取ってくれ、おりゃー、一番すごい、君いい肩してるな。それから姉ちゃんいい血してるな。どうだ野球部に入る。なんで変なの入ったんだよ。なんで変なの入ったんだよ。違う違う違う、なんだ。ほら、あのことわざでもあるじゃない、
ないかな。知らねえよ。そのお前が言っちゃう。だ勧誘したよ、約ね。おい、ボール取ってくれ。おりゃズバーン。君ちょっといいかな、あの放課後にちょっと練習するだけで簡単に甲子園に行けちゃうっていい話があるんだけど、はい、ちょっとその辺でお茶でもしながら軽く話だけでも聞いてくんねえけど。うさんくせえよ。なんだそのお前、キャッチか。まあ野球部だけにナイスキャッチ違うって。いらねえんだよ、そういうの。ちゃんとやれよ、お前勧誘の意味分かってる。あれでしょ、あの関西国際空港の略。うん、それは関空。俺が言ってるのは勧誘。あなたはできますかっていう質問。それは勧誘。俺が言ってるのは勧誘。あのスペースシャトルの部品に使われる。それは分からねえ。俺が言ってるのは勧誘。やれよ早く。バカ頼むぞ。おい石鹸取ってくれ。ほら入ったってんだろ。おいボール取ってくれ。おりゃ、うん、おいボール取ってくれ。いいよ取れよ。君野球部に入る。おれ、おいボール取ってくれ。おりゃ、ズボン負けるか。張り合うな。投げてきても取れない、俺素手。じゃあ俺全裸。張り合うなっつって勧誘した早く。君野球部に入らないか。いいぜ、その代わりエースで4番は俺がいただくぜ。じゃあナースでオバハンは俺がいただく。張り合うな。お前俺バカにしてんのか。君いい感じしてるな。やかしいわ。どうも。遅いな、徹子のやつ。何やってんだよ、あいつよ、本当に。今日な、今日こそは絶対いつに別れを告げないとな。よし、頑張るぞ、よし。それにしても遅いな、もう。だから嫌なんだよな。ジンクー来た来た、もう。ジンクー遅えよ、お前。ちょっと何よ、あんた。どこに目つけてんだよ。ちょどうした、何してんだ。待ちなさいよ。どう、もうやめろよ。何よ、あのトラック。トラック大丈夫お前。全然大丈夫。あ、そう。すげえな、お前。なんかこの公園ざわついてない。そんなことないよ。徹子、ごめんな、急に呼び出したりして。ちょっと話があるんだけど。あ、実は。そうよね。だって今日は純くんの誕生日ですもんね。あー、そうだった。徹子はプレゼントを用意してきました。タイミング悪いな。プレゼントは、わ、うん、た、うん。わた？え？わた。わたとかじゃない。わた。わた。あ、そう。わた。けど、ごめんですか。これは、受け取れない。なんで？枕にもう少し高さが欲しいと思わない？思わない。今がベスト。ちょうどいい高さ。今がちょうどいいんだよ。いい高さ。テスコ、話があるんだ。何？もうお前とは、これっきりにしたいんだ。ちょっとそれってどういうこと？いや、結婚しようってこと？真逆だよ。だからオッケー。聞いて、話。話聞いて。話を。お前とも別れたいんだよ。ごめん。なんで？ずっと一緒にいようねって言ったのあれは嘘？嘘じゃないよ、徹子。二人で過ごしたこの3年間、あれは夢？夢とかじゃないって、それ。バナナを持った相撲取りたちが私を追いかけてきた、あれも夢？これは夢だよ。ないって、そんな状況。どこであるんだって。見たことねえだろう、そんなの。もうそういうとこも嫌いなんだよ。じゃあな。ああ痛い、頭が割れるように痛い。もういいって、そういうのもう。徹子、徹子もう徹子。え、私の名前は徹美。徹美、徹子の中に存在するもう一人の人格。え、徹子は固く心を閉ざしてしまったわ。これでこの体は私のものなんてことだ。徹子が二重人格。これはほっとくと何するか分かんないな。病院連れて行った方がいいかな。なあ、徹子。ん、あ、やっぱり嘘かよ。私の名前は徹美。はい、大根役者。徹子の中に存在する、はい、もう一人の人格。はい、もうダメ。なまってます。もうダメです。もうダメです。もう別れます、あなたと。それじゃあ、さよなら。待て。どうしても行くというのなら、私を倒してから。す、ゆら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 、す、ガカーン。彼女神拳。人間はその潜在能力の 30% しか使うことができないんだ。彼女神拳は残りの 70% を使うことにその極意がある。ジュン君、地獄でラオウが待ってるぞ。ウルだけが伝承者だと思うなよ。マジか。ゆらガシン。彼氏聖剣。天空に輝く2つの巨星あり、彼氏と彼女。彼女現れるとこに彼氏あり。徹子、天に帰る時が来たのだ。ボゴン、悪党に墓標はいらぬ。ふぅ。なんだあの二人は。パパパンチが見えねえ。
なぜじゃ、なぜ神はこの二人を同じ時代に産んだのじゃ。この彼女にもまだ涙が残っておったわ。これで最後だ。おりゃぬっぽこぽこぽこバカだ。ぬっかすっかくがくつかぬ。彼女たるものちりひざなどつかぬ。ぬおガク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 。うわさあ見せてくれないか、この彼女を倒した男の顔を。徹子強くなったな徹子。彼氏ポコンポコンポコン。さらばだ徹子。こんなに苦しいのなら、こんなに悲しいのなら、愛などいらぬ。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。まあまあね、今日はね、何の話をしようかなと、はい、今2つほど迷ってる。2つ悩んでる。何でしょうか。どっちの話がいいですかね。何、どっちどっち。街で女の子をナンパした時の話と、うん、いいじゃないですか。船で沖に出てナンパした時の話、うん、それはやめとこ、それはやめとこ、いろいろあったから。どっちもナンパの話なんですよ。もう一個の方はやめとこ、いろいろあったからやめとこ。いろいろあったからね。そうそう、街のナンパの話聞きたい、はい、この間僕ね、女房がいるにもかかわらず、はい、ナンパしちゃったんですよ。あららら、ダメじゃないこれがまたね、いい女でね。おそう。もし花に例えるならば、まるでとても綺麗な花。下手くそだな、ね、一つも例えてないじゃん、それだったら。まずはその出会いから話をしたい。あ、出会いちょうだい、出会いちょうだい。で、その日はね、午前中、うん、まあなんだかんだあったんだけど、午前中なんだかんだあったの、うん、まあまあ、車にはねられたとか、なんだかんだあったんだけど。だいぶあったね、うん、だいぶなことあった。その日の午後ですよ。午後。俺、新宿の街をボーって言いながら歩いたわけ、うん、言ってたよ、ボーボーボーって言いながら。だいぶ怖いやつだぞ、お前。そしたらあれ、プだったかな、ペだったかな。え？あ、思い出した、パだ。パ？うん。パって見たら、あの、そこ忘れる？パだった。そこ忘れてたらいい。パだった。それはパだろ。パって見たら、向こうの方から、ものすごい美人って書いた T シャツを着た女が歩いてる。すごい女の子だね。そんなハードル上げて上がってる。26、7ぐらいかな。あ、ちょうどいいじゃない、そう？まあ、男の俺でも 26.5 センチだから、まあ結構足のサイズ、うん、ちょっと大きいかな。だったらちょっと大きい。で、やっぱり男だから、お尻を見ちゃうよね。うん、お尻好きなんですよ。お尻見たらさ、うん、もう、歩くたびにプリッ、プリッって鳴らしてんのよ。最低、超最低。で、髪の毛なんかもさ、サラッサラの綺麗なロングヘアをバッサリ切ったようなショートカットでさ、あ、短いだな。お前の想像だ。その子がまたふわーっといい香りのする焼き鳥屋の前を歩いて。焼き鳥屋がいいよ。その子の匂いじゃないよな、うん、なんだよ。でもね、あんまり後をつけたら怪しまれる、うん、怪しいよ、それは危ないよ。もしかしたら警察に通報されるかもしれない。それはもう怖いからね。そこでよ、俺はちゃんと警察に捕まる覚悟を決めてついてる。あ、策ゼロだ、秘策ゼロで言ったっていう話ね、今。そしたらその時だよ、急にその子はパッと振り返って、え、ちょっと何なんですか、さっきから、あら、ついてこないでくださいって言ってきたらどうしようという不安に襲われたわけ。言われたわけじゃない、言われたわけじゃない。ところが意外にもよ、うん、すいません、駅はどっちですかって、その子の方から俺に話しかけてくれたらいいのにね。あ、言われたわけじゃない、ね、それだったら話早いのね。そうだな、そう、そしたら急にその子がバーッと走り出して、走り出したの。俺も骨折した左足を引きずりながら、うん、あ、骨折してんの足。その午前中車にはねられてんのか。だから骨折してんの。そうそうそう、病院行けよお前。だから今度はね、その子はタクシーに乗っちゃったの。タクシー乗っちゃったんだ。俺もやばい、見失うと思って、俺も急いでタクシーに乗り込んで、もう心臓はバクバクですよ。山みたいじゃん。でその隣でその子ももうびっくりしてるわけよ。同じタクシー乗ったの。そりゃ そう、追いかけてる。後ろとかじゃなくて、うん、もう車内にもう気まずい空気が流れた。その時だよ、おい哲夫と、お前は芸人だろうと、そりゃそうだ、そんな空気ぐらい喋りでなんとかしろよと、運転手が急に俺に言ってきたわけよ。運転手が言ってきたよ。お前関係ねえな、ふざけんなよ。だいたいお前に跳ねられたせいで俺足を、そいつに跳ねられたんだ。そう、そのタクシー、すごい偶然。なんだこの状況。そしたらその急によ、急にその子の方が、一緒に食事でもしませんかって、その子の方が誘ってきたのよ。え、すごいな。俺も夢じゃないかと思って、あ、なあ、もう思いっきりほっぺたをつねったら、つねったんだ。もうその子が痛がる痛がる。あ、その子連れたんだ。そう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 、自分連れたんだ、ね、で、そんなね、出会いをした女房がいるにもかかわらず、うん、この間ナンパをしたっていう。女房との出会いなの。そう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 、ややこしいな。その女房がいるにもかかわらずナンパしたの。ナンパしたの。最初ね、俺はね、渋谷をね、ブラ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 言いながら歩いたわけ。それも言ってたんだ。そしたらあれ、プだったからペだったから。いや、パでしょ。思い出した、ペだ、パだよ、うん、ペ40のポスターが貼ってあったんだ。それがペだ、うん、それパじゃないよ。そのポスターの前に綺麗な女の子が立ってるわけよ。立ってたんだ。まあ結構
う年はいってんだけど、まあ、32、うん、3個上、まあ、だいぶいってんな、だから。ちょっといってんな、その子をナンパしようかなと思ったんだけど、うん、その時俺は考えたね。何を考えた？女房がいるのにナンパなんかしてもいいんだろうかと。まあ、それは確かにそうですね。そうでしょ？隣に女房がいるのにナンパなんかしても。隣にいるのかよ。だから女房がいるのにって言ってんじゃん。じゃあ、できるわけねえだろ、ナンパしたんだけど、全然うまくいかなかった。当たらないだろ、バタリが。どうも、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございますね。タイムマシンはマイクが高いね。お願いします。もうね。これだけのお客さんにね。いや本当にありがたい限りでございます。これも一つの出会いですからね。やっと出会いましたね。まあ10年後になるか20年後になるかは分かりませんけどね。何ですか？いつかまた今日のこのメンバーで集まれたらいいな。それは無理かな。まあねお忙しいですからね。そんなん言ってますけどね。僕らもういいおじさんなわけですよ。そうですよね。もう子供が幼稚園ですからね。ねえ、そうなんですよ。そうなんですよ。幼稚園っつったらあの歌を思い出しますよね。何ですか？あの、1年生になったら。よく歌ってたね。あれ、かわいらしいんですよね、あれ。かわいらしい歌ですよね。1年生になったら。みんなで歌うんですよ。1年生になったら。かわいらしいの、本当にもう。愛する女ができるかな。天使のようなその瞳で、微笑んでおくれ僕のマリア。かっこいいらしいの、お前さ。グレイさんが歌ってんのか、グレイさんが。これ、違う。俺と、また近くにできるかな。100人で書きたいな。鏡に偶中でさよなら。いや、何があったんだ、それ。アン・ルイスが歌ってんのか、お前。違う。100人で食べたいな。富士山の上でおにぎりを。パクン、パクン、パクン。てめえ、おにぎり何でやった？何始まった、これ隣で。心配することはないわ。ただの睡眠薬よ。あなたは友達を作りすぎた。別にいいじゃねえか、お前さ。なんで友達100人作ったら睡眠薬飲まされるんだよ。そういう組織があるんですよ。なんだそういう組織っていうのね。可愛いばっかりは言ってられないですよ。そうですよ。親ですからね。しつけもしないといけないですからね。まあまあ子供なんてよくおねだりするでしょ。しますね。まああれが欲しい、これが欲しいなんてね。はいはい、特にあの犬飼ってなんて言われますけども。絶対言いますからね。いや、それは簡単に飼わしちゃダメなんですよ、今ね。そんなもん。そりゃそうですよ。僕なんか厳しくペッて言いますよ、そんなもん。しつけできる。しつけできます。そんなもん簡単に甘やかさない子供。よしそう。おー、びっくりするかと思った。してたじゃん。ギリしてる。してたけどな。お父さん。何やってんの？あ、いるじゃないか、お前。なんだ、これ、お前。あの、この子、空き地に捨てられてたんだ。え？ね、お父さん。ブリーダーってよくない？え？ブリーダーっていう響きかっこよくない？トップブリーダーって憧れな？自分自身トップブリーダーと呼ばれてみたいと思わない？飼いたいのか？うん。正直言えよ、お前。何なんだよ。飼いたい、この子飼いたいよ。ダメだよ、お前よ。お願いだよ、もう名前も考えてあるんだ。なんだよ。ノーウォー。すげえ名前だな、お前。世界平和のためにノーウォーと付き合うと思う。かわいそうすげえだろ、お前。荷が重いよ、子犬には、お前。お願いだよ、僕いい子になるから。大嫌いなイチゴ大福も食べるから。食わなきゃ食わないでいいわ。そんな栄養あるもんでもねえだろ、お前。なんでダメなんだよ。お前はな、生き物を世話するの下手くそだろ。確かに、マリモの時は失敗したけど、今回マリモ無理なやつは無理。マリモで失敗したら犬絶対無理だからな、お前。いいじゃないか、こんなに可愛いんだから。あのな、お前な、可愛いだけで飼っちゃダメなんだぞ。この子は可愛いだけじゃないよ。とっても賢いんだ。え？ジャスティス。ね？もうジャスティスができるんだよ。ジャスティスがわかんないんだよ。どうやったらジャスティスになるんだよ、お前は。もうお願い、お願いだから。ダメだよ。お願い。ダメなもんはダメだ。お父さんのクズ。だいぶひどいこと言うな、お前。なんだよ、バカだろ、普通。お父さんなんかもう死んじゃえばいいんだ。地球にぶつかりそうになった隕石を食い止めて死んじゃえばいいんだ。英雄の死に方だな、それ。結構尊敬されるぞ。死んじゃえ、お父さんなんか死んじゃえ。お前ら、親に向かって死んじゃえとはなんだ、え？じゃあ生きちゃえ。お父さん一人が何千年何万年と生き続けちゃえ。そして滅びゆく人類の行く末をお父さんが見届けちゃえばいいんだ。お前お父さんの火の鳥読んだな、お前。とにかくダメなもんはダメだ。お父さんなんかもう生理的に大嫌いだ。犬関係ないね、だったら。おいいか、哲夫な。生き物というのは命があるんだな。そういう命へ。あ、いや男泣きだな、お前。なんなんだよ、子供。いや、背中で泣くなよ、お前よ。子供だったらワンとかエンとか言えよ、お前。わかった、もうわかったよ、鉄夫。え？本気なんだな。うん。わかった、勝っていいぞ。本当に？はぁ。よかったね、ノーウォー。ずっと一緒にいれるんだよ、ノーウォー。それで決まったのかな、まあ。こらこら、そんなに舐めるなよ。臭いし、不衛生じゃないか。犬嫌いじゃねえか、お前。いかがしろ、バカ。どうも、ありがとうございます。おー、番組です。よろしくお願いします。
僕らも売れないといけないですよ。売れないといけない。頑張ってね。うん、で、売れてる人ってファンレターとかいっぱいもらうじゃないですか。あ、そう。まあ皆さんも書いたことあるとは思うんですけども、うん、難しいと思うんですよね。お、そう。書くのって、自分の気持ちを伝えるの。うん、でね、僕実はね、今日ファンレターを書いてきたんですよ。おお、誰に？加藤のり子ちゃんに。また微妙なところで。なるほど、うん、大ファンなんで。あ、知ってますかね皆さん、うん、加藤のり子ちゃん。あ、はい、それちょっと今日読みたいなと思って、ね。で実は、はい、今日は僕も書いてきたんですよ。それでどっちのファンレターがうまく書けているかをお客さんに判定してもらおうか、ね。あ、いいですね。ちょっとどっちがいいか判定してもらいましょう、うん、じゃあ僕からいきますよ、うん、のり子、いきなり呼び捨てでごめん。ダサいね、いきなり。そう、ダサいよそれは。最初はもっとインパクトをつけないと。インパクト、うん、聞こう。いきなり音読みでごめん。ダメだろそれ。ごめん、音読よ、ほんとごめんだよ。ほんとごめん。字が汚くてごめんなさい。多分緊張してるからだと思います。字が汚くてごめんなさい。多分左手で書いてるから。右で書け、右で書け。じゃあ自分への挑戦ですよね。これわけわかんないよ。どこまで書けるかっていう。今この手紙をベッドの上で書いています、かっこ笑い。今この手紙をベッドの下で書いています、かっこ狭い。ゼロ、かっこ嫌い。ゼロ、かっこ怖い。ゼロ、早く出ろ。僕の挑戦はまだ続きますから、ね、意味ないからさ。ここはロマンチックに。お、ロマンチックに。君の膝枕で眠りたい。君と北枕で眠りたい。縁起悪いよ、縁起悪い。でも僕には君に好きですっていう勇気がない。でも僕には君に好きですっていう勇気がない。いや書くなよ。だって君は僕のこと知らないから。だってそこまで好きじゃないから。書くよ、書くよ、書くよ、書くよ。ああ、なんだか気分はブルー。ああ、なんだか緑はグリーン。わかんないな。緑はグリーン。何を言ってんだよ。緑はブルーだったらおかしいじゃん。気分の話なの。まあまあ僕の方がうまく書けたんじゃないかな。全然ですよ。いやけどね、なんでこんなこと書かれてたらね、やっぱ寂しいんですよ。寂しい。彼女もいないですしね。ああ、確かにね。たまにこうロマンチックなデートしたいなと思うんですよね。で、お前の言うロマンチックなデートっていうのはどういうの？例えばこう夜の公園とか。うんうん。噴水とかあったらすごい綺麗でしょ。ライトアップされてる、ね。そうそうそう。今日のデート楽しかったね。そうだな。夜の噴水ってライトアップされてて綺麗。バカだろ、お前の方が綺麗だよ。あ、そうだ。あ、徹子やめろよ、水冷たいから風邪ひいちゃうよ。まだそれ、それザッパ。いや深いな。漏れてるよ。違うじゃん、普通浅くとこ水のかけ濡れちゃうじゃん。だから中でやったらいいじゃん。そんな、そら、そら、そら、濡れちゃうんだ。そういう話してるじゃないの。付き合ってたら別れとかもあるじゃないですか。ありますよね、うん、例えばこう彼女が遠くに引っ越しちゃう。引っ越しちゃう。で最終電車の駅のホームに、うん、彼氏が見送り行くんですよ、うん、そこで彼女が言うの。なんて。悲しいのは嫌だから笑いながら別れましょう。あ、こういうの。なるほどね。俺彼氏やるから。もうすぐ電車が出ちゃうね。そうだな。あ、まもなく発車いたします。この電車は公会堂前を出ますと諏訪神社前、新大工町、新中川橋を出ないよね。各駅停車、ホタルジャー駅。路面電車じゃん。覚えてないんですよ、こいつ。あんだけ時間あったのに。スタッフの方に聞きました、すみません。最低だろ。で、何の話だっけ。だから、うん、悲しいのはいや、笑いながら別れましょうですよ。もうすぐ電車が出ちゃうね。あ、悲しいのはいや、だから笑いながら別れましょう。あ、あはいや、笑い。こんな彼女嫌だろう。でもなんで笑いながらなんだろうね。悲しいの嫌だったら別に怒りながらでもいいじゃん。どういうこと。悲しいのは嫌だから怒りながら別れましょう。あ、なんで見送りに来てるんですか。誰が見送りに来てって言ったんですか。はい、バイバイ。プシッ、ガタンゴト。後味悪いよ。ガタンゴト、ガタン。音変わんないよ、お前が怒っても。じゃあびっくりしながら別れましょうってんの。びっくりしながら。悲しいのは嫌だからびっくりしながら別れましょう。なあ、てダービスト、ダービスト、ダービスト、ザタンゴトン。音変わんないって。じゃあくしゃみが出そうだけど出ない時のような状態になりながら別れましょうっての。は？悲しいのは嫌だからくしゃみが出そうだけど出ない時のような状態になりながら別れましょう。さよなら。気持ち悪い。する車、ブンブンつってね、よろしくお願いします。本当にね、我々ももう
いおじさんなんですよ、もう40超えてますから。しっかりおじさんなんですよ、ね、そうなんですよ。おじさんになるとね、子供の時は楽しかったなとかね、ついつい昔を思い出したりしてね、いろんな遊びやったじゃないですか。やりました。例えばなぞなぞ遊びとかね。なぞなぞ遊びあれ不思議と誰もが知ってる有名ななぞなぞとかもありますね。あるね、あのなぜか全国に広まってるね。そうそうそう、あのあれだ、あのフライパンってやつ、そうそうそう、みんな知ってますからね。あのフライパンはフライパンでも焦げつかないフライパンはなんだ、テフロン加工。正解や。いやこれじゃないですか。結局はテフロン加工。奥さん、奥さん聞いて、奥さんに売るんじゃないですよ。じゃあれパンはパンでもで始まるから、入りがね、入りが違うんだよ。お前のやつパンはパンでも、そうそうそう、食べられないパンなのに食べた、うん、いや謎がないな。朝はね、意外と食べちゃう。ご飯食べてください。ご飯食べればいい。謎がないと答えられない。謎なかった。謎なの。謎がいるのな。ごめんなさい、パンはパンでも、みんなの分のパン買ってきてって言ったら、もう全部甘いパンばっかり買ってきちゃうやつのセンス。いや謎だけど、いるのに。本当に何だろうね。気が付かないんだろうね。謎謎謎謎じゃない。謎中の謎。センスで終わってんじゃないか、お前のやつ。違うの。なんだで終わんだよ、謎謎って。なんだで終わる。大体なんだで終わるだろ。パンはパンでも食べられないパンなんだ、うん。あ、いや、違う、全部そうなんだ。紹介すんな、そんなパン。なんだろう、待って。違う、あれ、パンはパンでも食べられないパンはなんだよ。パンは何なんだ、食べられないんだ、何なんだ。お前が何なんだよ。パンはパンでも食べられないパンはなんだよ。あ、パンはパンなんだ、パンダはパンダなんだ。パンダじゃパンダ。パンダじゃないって言ってんだ。パンはパンでも食べられないパン。いや、パンダはパンは食べられないんだ。なんで。知らん。笹ばっかり食べる。知らん、タイヤに乗って笹ばっかり食べる。だから、パンはパンでも食べられない。ちょっと一回練習出して。なんで練習がいるんだ、こんな感じ。パンはパンでも何なんだか。いや違う。パンはパンでも何なんだか。違うって、だからそこの。パンはパンでも何なんだ。そこだよ、お前何なんだ。パンはパンでも何なんだ。そこなんだか、何なんだ。パンはパンでも何なんだ。成長がないな。ずっと足踏みしてんじゃねえか、お前。マジで？パンはパンでも食べられないパンは何なんだ。パンはパンでも食べられないパンは何だ。そうしたフライパンって。ですが。いや、そういうのがねえわ。いかにしろ、バカ足りが。どうもありがとうございました。あの僕ってほら、うん、昔から昼ドラが好きじゃないですか、うん、知りませんよ、それ。知らないですか。性別ぐらいしか分かってないですか、 あなたのことなんて。好きなんですよ ね、 ね、あのドロドロしたのが逆にいいと思います。まあ確かにね、昼ドラとか見てたらね、うん、よくあるなんかが本当の親だったのに実は血つながってなかったみたいな、ね、あ、そういうのありますね。思春期だからグレちゃうみたいなのがありますよね。親父どうした、純、すごい煙幕じゃないか。いや、煙幕だろ。何の煙も出てねえんだよ、お前さん。何かあったのか。親父、本当のことを教えてくれ。本当のことを教えてくれ。ああ、いや、父さん、ことなんて引いたことがないから。いや、そういう意味じゃない。ちゃんと教えられる。違う、真実は、真実を教えてくれっつってんだよ。真実、まあ、親父は本当の親父じゃねえんだろ。何をバカなこと言ってんだ。父さん、最近もうすっかり親父。あ、意味が違うし。もう本当の親父。もう腰は痛いわ、田村から。もう親父じゃねえっつってんだよ。違う、俺たち本当の親子じゃねえんだろっつってんだよ。お前何の根拠があってそんなこと言ってんだ。根拠ならあるよ。お前まさか父さんのブログを見たんじゃないだろう。見てねえわ。えブログに書いてんのか、お前こんなこと。じゃあ何なんだ。戸籍を見たんだよ。戸籍が何の証拠になるっていうんだ。一番なんだろうがよ、お前のブログよりよっぽどなんだよ、お前。そんな最近の若いやつはもう何かっちゅうと戸籍だな。聞いたことねえよ。どこで見たんだ、そんな若者を。そんなバカみたいなことばっかり考えてないで、ちょっとはクソみたいなこと考えたらどうだ。一緒だろうがよ、お前。バカもクソもどう違いがあんだよ。とにかく余計な心配するな。父さんとお前は血のつながってない本当の親子。やっぱりそうなんじゃねえか、お前。そこだろうが俺言ってんの。俺たちやっぱり血つながってねえんじゃねえかよ。血がつながってなくてもそんなもん何かの拍子にパッとつながるかもしれない。つながんねえよ、お前。血って急にポンってつながるもんでもねえんだよ。諦めるな。たとえ可能性が 0% でも残りの 1% にかけてみよう。残ってねえよ、お前。ゼロってさ、残ってねえんだよ、お前。結局、明るい他人なんじゃねえかよ。お前今、なんつった。んだ、聞き逃したのは謝る。もう一人聞き逃すなよ、お前。お前は今、なんて言ったの。明るい他人だっつったんだよ、お前。お前、誰のおかげでご飯が食べられると思ってんだ。え、お百姓さんたちが、汗水垂らして一生懸命働いてくれるおかげで、俺たちは美味しいご飯が食べられるんじゃないか。いいか、父さんの言いたいことは、これじゃないだろうな、うん、ただのお百姓さんの話だもんな。父さんのおかげでお前はご飯が食べられるって言ってんだ。うるせえ、本当の親父でもねえくせんな。親父面すんじゃねえよ。本当の馬じゃなくても馬面の人はいっぱいじゃないか。関係ねえだろ、お前。馬面出すんじゃねえよ、今。何言ってんだよ、お前。本当の父親よりもフェイクの父親の方が逆におしゃれという考え。おしゃれではねえわ。なんだフェイクって、お前。レザーみたいな言い方すんなよ。俺はお前のファザーとして。レザーみたいな言い方すんなっつって寄せてくんじゃねえよ、お前。聞け、俺の話を。聞かないよ、お前なら。聞け。じゃあ、あの、これもう全然別の話になっちゃうんだけど。いや、いいわ。あの、文福茶釜の、文福って何が言いたいんだよ、お前。お前が本当の絵じゃなくて本当によかったよ。
待ったれんのもいい加減にしよう。いや、なんだよ、なんだ呼びかけそれ。そんなに父さんが憎いか。ああ、憎いね。ああ、じゃあ父さんを少なだけ殴ったら。ああ、じゃあじゃあもう避ける気満々だな、お前。少なだけ殴る気うっせえな、お前。殴られろ、鼻垂れ。もうイエイ、こんなのもうイエイ。どっちだよ、お前。嫌なのかいいのかどっちなんだよ。出ていけ、お前なんか親友じゃない、出ていけ。元からそうだよ、お前。出てってやるよ、お前。おお、出てけ、このリビングから出てけ。家から出ていけ、いかんしろ。やっぱりいろんなとこ行けて楽しいなとか思うんですよね。そうですよね、旅行シーズンでございますから ね、 あの遊園地楽しいですよね、うん、楽しいね、ねえ、うん、特にあのお化け屋敷ね、ああいうの一番楽しいですよ。そう、怖くない？お化け屋敷結構怖い。怖い怖いよ。いやいやいや、本当に怖いお化け屋敷ってあんまりないじゃないですか。そんなのおじさんでもキャーキャー言えるよ今。お化け屋敷全然全然、もし俺がお化け屋敷作ったらもっとめちゃめちゃ怖いの作れるけどね。そうなの、うん、だからちょっと俺が今からお化け屋敷をやるから、お前ちょっとお客さんで入ってきて。何屋敷やるの？そうそう、俺お化け屋敷やる。屋敷やるんだ、すげえ器用だな。お前お客人間やって。なんだお客人間。人間だろお客は大体。あ、お化け屋敷だ、入ろう。うわー、薄暗、怖いな、もう。ああ、やだ、もう。もう声がやだ、もう怖い。ようこそ恐怖の館へ。ストレート。ここへ迷い込んでしまったからには、うん、お前は生きて出ることはできない。うわー、怖い。もう怖いよ、めちゃめちゃ笑ってんな。大爆笑してるけど。こんなに笑ったの久しぶり。いや知らねえ。そういうこと言うなよあんまり。先へ進むがよい。もう行きたくないな。チェルリン。びっくりした。チェルリン。俺が出んのこれ。チェルリン。もう。チェルリン。ガチャ。はい。お前は呪われている。お前の命は。か。再生。お前け。でもほい。ごめんちょ。もしもし。ごめんちょ。もしもし。先生。ごめん、今トンネル入っ。トンネル？え？先生。もしもし。なのだ。何が？何がさ？なんでお前が移動してんだよ。先へ進むがよい。先へ進むがいいって。うわあ！出てきた、怖いよ、もうやだやだ、怖い怖いもう。怖いよもう。引っかかってる。確認しなきゃちゃんと動線は。片手間だなお前。本当の片手間じゃねえかそれだったらお前。頭下げるね。何なんだよ。あのさ、あのさ、俺さジュース買おうと思ったんやけど自動販売機がないよ。向こうにあるかもしれんわ。誰？何しに来たんだそいつ。ああ、井戸から出てきた。ああ、怖い。何？ウラメシ。外国人。ウラメシ。え、外人なのこれ。お皿が一枚に。全然怖くない。何度お前がやんだよ、ここ。ごまー。昔からいるんだぞ、お前、日本に。ごまー。ごまー。6枚。6枚。多いよ。大事なんだよ、皿の枚数が。7枚、8枚、9枚。わー、1枚足りない。明るすぎんだろお前。そんなの向こうにも自販機ないんやけど。誰なんだよお前が一番怖いんだよお前さ。どう、怖かった？終わり、うん、全然怖くない。全然怖くない。全然怖くない。この中にスズメバチの巣があるんだけどね。吐いた、そら怖いね。どうもありがとうございました。やっぱりですね、あの、うん、なんですか、正義の侍っていいなと思うんですよね。正義の侍。いや、かっこいいなと思いますよ。正義のコンビニ店員じゃない。誰が正義のコンビニ店員。違うんですか。ストップ、万引き。言わないんですか。ね、あの、かっこいいでしょ、なんかよく、うん、違った悪代官が悪巧みみたいにしててさ。あ、パターンですよね。ね、そこ出てきてバッサバッサ切る100人切りみたいなアイドルだなと思うんでね、はいはい。ちょっと今日やりたいなと思うんですよね。なんで、俺正義の侍するから、ちょっと一型悪代官で。悪代官悪代官で。訓練しちゃった。ちょ、悪巧みしてて。うん、俺、ダンと入ってくるから。ね、さあ、お願いします。うん。いいよ、顔いいよ、いい顔してる。いい顔してる。えちごや。いいね、気持ち入ってるよ。お主も相当の悪いよの。うん、決まる決まる。えそんなことないっすや。どうしてなんだと、えちごやの分際で。なんすか、うん、また暴力っすか。あ、いいかみんな、よく見とけ。これがこの人のやり方で。なぜ揉めてんの
なぜそんなにお前生意気なんだよ。何悪いのとか言われたら、ね、もうちょっと仲いいからこそ悪だくみするの。仲いい当たり前だろ。お前じゃあ頼むよ。越後やお主も相当の悪いよの。いやいや、お代官様ほどちゃいますよ。あれ越後前関西、今さら何言うてるんですか。僕ずっと関西弁ですやんか。ほんま俺もやで。ほんまっすか。大阪弁出ませんね。盛り上がりすぎなんだよお前、仲良すぎんだろ。地元一緒とか、仲良いんだから地元一緒でしょ。越後屋でまた関西でまたおかしな話。越後かじゃないもう悪いだよのっつったら、悪いよのっつって笑っといて、あ笑ってそれ待てっつって入ってくる。そっか100人気ね。越後屋お主も相当の悪いよの、待てい貴様らの悪だくこの俺が貴様らには来てるよもう。友達来たわけじゃない。何やつってなんだよ。まあ、ここ何やつよ。貴様らを成敗する借金樹メガネ残部だ。えい、ー、皆の者なだめいなだめい。まあまあまあ、いやまあ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 じゃない。まあまあ優しいなお前って分かるぞ。ちょっとお前今酔ってねえわ。居酒屋で絡んでるわけじゃねえぞ。かかれかかれって来んだよここ。えい、ー、かかれかかれあれやつ次次あれやつ。なぜ素手で来る。申し訳ない。若旦那で切るのが目じゃないよ。ちゃんと持ってるよ。何持ってんのよ。ほらスズメのひな。小さな命。なんだこれお前。いい加減にしろ。刀持ってたね。刀あれやジャキン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 。あれやジャキン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 。たまれやジャキンキンキン。そこそこ強えな。何粘ってんの雑魚のくせに。雑魚だって命かかってんから100人切りだからお前3時間半ぐらいかかるんだろお前このペースだ。あ番組に収まるんだ。どんどん来て。あれやジャキン。バカな、この私がたった一人の侍に斬られるとは額。ありゃじおっさん、せめて最後はそのぬくもりの一人一人はなれんだよ。主張が強いんだよ。やられたくないね、雑魚だから。ありゃじやられた。すげえ。ありゃじやられた。すげえ。ありゃじやられた。超つまんねえ。流れ作業みたいになってんじゃないか。やられたいでも言葉変えてって。あれはしやられすげえ。あれはしやられます。すげえ。あれはしやられてしまいます。もういいわ。ということでね、はいはい、初めてのファイナルね、頑張ってますけどね。頑張りますよ。ね、今ね、うん、こうやってね、漫才やってますけどね。やってますよ。なんかね、他のね、仕事もちょっとしてみたかったなぁなんて思うんですよ。他の仕事。他の仕事ね。何？なんか例えば車掌さんとかね。キノコ号？うん。いや、キノコ号違う。それ飛び石連休さん。あ、それ飛び石連休。前の前のね、キノコ号。うん。車掌さん、電車の、なんかちょっと特徴あるでしょ？喋り方ね。難しいよ、喋り方特徴あるから。そう、難しいんです。あれ、どうやってやってんのかなと思うんですよね。次は東中野、東中野です。お、うまいですね、あなた。俺、普段もう車掌のことしか考えてない。ああ、そう。車掌になったらいいのにじゃあ。え、教えてよ、じゃあ。ああ、じゃあ、俺が得意してあげるよ。本当は俺ちょっとやりたいからさ。俺の後に続いてやって。うん、続いて、うん。冷やしなかな、冷やしなかなです。やれ、うん、厳しいな。東中の東中。違う。冷え、冷えね、冷えね、冷え、冷えね、冷えね、冷え。やれ。東中の東。違う。え、うん。え、変ね、はや、うん。やれ。いや、だいぶ変わってきてないかな、それ。いや、そういう喋り方なの、やれ。そう？違う。まあ、言ってないけども。いや、ちょっと、これ動きもいいの？動きいい。助けて。いやいや、ちょっと、助けてって言ってんじゃん。全然ダメだよ、そんなのさ。これね、あの、東の発音が悪い。え、そう？ちょっと東やってみて。東、東、え、なんだよ。ん、は、うん。やれ。ヒッハホーっつってるよね。いや東、これが、うん、それが東なんの、うんうん、ヒッハホー違う。ヒッハホーヒッハホー違う。ヒッハホーヒッハホー違いが分かんない。やれはできずっとヒッハホーって言ってたよ。やれはできんじゃん。いやいや、まあ、そうやってね、声出したいんですよ、僕。あ、次にね、あの大事なのね、うん、あのドアが閉まります。ああ、なるほどね、うん、ドアが閉まりますね、うん、ドアが閉まります、うん、ピシッ。ああ、そうそうそう、あるある、うん、それできる、うん、
ドアが閉まります。あ、全然ダメ。え、何？が、あ、もう全然挟まっちゃう。いや、挟まっちゃう。全然挟まっちゃう。ドアが閉まります。あ、もう縦に挟まっちゃう。縦に挟まっちゃう。全然ダメ、全然。ちゃんと言える。いや、けど本番のやつ言えますよ、僕。ドアが閉まりますから。じゃあ、ちゃんと言えます。お前ちょっと甘く考えてない？ドアが閉まりますをさ。いや、考えてないよ。車掌で一番大切なのはドアが閉まりますだよ。え、そうなの？お前こんな話してるかな？え、何？まあ、名前ぐらいは聞いたことあると思うけど、伝説の車掌、岩本武彦の話。いや、聞いたことない。いるかいないのかもしれない。あの、ある車掌がね、ドアが閉まりますと言ってたの。おうおう、ドアが閉まります。ドアが閉まります。ドアが閉まる。ダメだ！え？全然ドアが閉まらねえ。なんだ？このままじゃダイヤは完全に乱れちまう。いや、ボタンは。この駅はもう、終わりだ。いや、オーバーじゃない？ボタン押したらだって閉まんじゃない？アングルでない。おばば様！おばば様？その男は八番線より舞い降りて金色の扉を閉じるであろう。この駅に古より伝わる伝説じゃ。え、何言ってんの？しかしおばば様、ね、ヒューヒュー、なんだ急に風が、なんだあの男は、ザシャーン、あの男はまさか、ふぅぅ、バシキュー、ふぅぅ、ドアが、ドアが、ドア、閉まります、閉まります、閉まります。なんだ急にドアが光り始めた、ここ、ピシッ。バカじゃねえのかお前、なかなかと何やってんのバカお前。なんてこった、継ぎ目が見えねえ。うるさいよ、伝説はまことにあった。うるさいよおばば、なんでおばばが出てくんだよそこ。そういうのがあって、オーバーだよ。ないよそんなこと。あったの、あったの。なんで光るんだ紺色。あと車掌に大事なのは、あの指差し確認、指差し確認ね、うん、それもできますよこれ左方。ああもう全然だ、あ、全然ダメ。どんどんみんなホームから落ちちゃう。なんで落ちちゃう？ちゃんとやってんじゃん、こうやって。お前こんな話してるかな？何？あの、伝説の車掌、岩本武彦の話。さっき聞いたよ、もう。彼の指差し確認はすごかった。何？指差し？ある車掌が指差し確認をしてたのね。うん。あー、ダメだ！全然確認できねえ！このままじゃ完全にダイヤは乱れちまう！この駅はもう終わりだ。なんか一緒じゃねえか。アングルでない。おばば様、またババが出てきたよ。その男は八番線より前降りて全てのホームの安全を確認するであろう。しかしおばば様、ヒューヒュー、なんだ急に風が、なんだあの男は、ドドン、ちょっとここ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 プシーン、ヒューン、プシーン、ガカン、ここ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 、何がビシーンだよ。なんてやつだ。二つ先の駅まで確認しちまいやがった。無理だよ。伝説はまぐれ。うるさいババ。ガガ出てこなくていいんだよババが。そういうのがあってのなの。じゃあいいよ。けど他にもあるじゃん、やること。そんなの。あのマナーの悪いお客さんを注意することとかね。注意することできますよ僕ね。ええ、書き込み乗車おやめください。ああ全然ダメ。止ま、え、ダメ？全然。白線の内側まで。ああ全然ダメ。全然ダメ。岩本武彦のはすごかったよ。ものすごくマナーの悪いお客さんがいたらね。うん。いやあの電車に駆け込んでやるぜ。どんな客だよ。